ニュートンのリンゴ、はい、意味不明なんですよ、あの、実は違うんですか意味なくない逸話としても。なぜリンゴは落ちるのに、うん、月は落ちないんだろう。そういうことか。そうです。現在のテクノロジーは、実はほぼ、ほぼ全て量子力薬にも続いているので、うん、携帯電話とか、そういうコンピューターとかは全部量子力薬使って動いているんで、はい、そういう意味だからビジネスパーソンも、量子力薬コンは知っといた方がいいと思うんですけど、はい、全ての世の中の基礎なんか。あ、そうです、そうです。 が憧れつつも一切分かっていない相対性理論、中の人から見たら2秒、中の人から見たら1秒、早く動いてると時間遅れます時間が相対的だだ。量子重力理論っていうのはあるはずなんですよ、それ何十年も探してて、完成してない、完成してない、フランスのやつって、こなんかを出してるんですよ、ビヨヨ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 っていう波、ヨヨヨヨヨがヨヨヨヨが電ヨ電磁波っていうヨヨヨヨ どうも光の速さがこれだったのか。ええー、そしてちょっと一発飛んだので<う>よ。もう運動を記述するのにあの三法則じゃダメだっ。ダメだった。正しい法則は表示できる。うん、めちゃくちゃ分かりやすかったですね。ビジネスマンのための物理学入門。<laughs> はい。この番組はえビジネスマンの方が教養として知っておくべき。はい。 理系の学問をいろいろですね、うん、わかりやすく聞いていく番組なんですけどもその中でも今回物理学一番文系が忌避する物理学コアですよでもコアですコアなんですけど、ねええ、科学ならまだいいんですけどね <laughs> <ー>物理学は本当にみんな逃げるんですけど、うん、僕もやや逃げ気味でしたけど。 そんな本当にちょっと一回逃げてきちゃった物理学をめちゃくちゃわかりやすくえビジネスパーソンの方に知っていただく。しかもビジネスパーソンの方が知っておいた方がいいようなことをいろいろ取り扱っていく番組でございます。え今回、いい物理学を文献の皆様、私にもですね、わかりやすくおっしゃっていただく先生は、リハクタ学旅にもお越しいただいた野村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。贅沢っすね。カリフォルニア大学の教授にわかりやすく教えてもらう。っのこんなんありがたい機会をいただきまして。<laughs> 皆さんに話をさせていただけるということで。はい。はい、頑張ります。はい。野村さん。はい。東京大学理学物理学科卒業後、カリフォルニア大学バークレーコミラー研究員を得て、はいえー、その後めちゃくちゃすごい経歴なんで飛ばします。はい。飛ばして、カリフォルニア大学バークレーコ教授で、ご専門は、ええー、物理学の中でも、まあ一応最先端寄りの量子力学と。そうですね。量子力学を使うような、まあ,あ、いろいろ素粒子物理学とか、宇宙物理学と言われる、まあ、ような分、分野ですね。うん 量子情報理論とか、そんな感じです。ありがとうございます。で、この講座はですね、4回に分けてお届けします。え、1> 第1回目は古典物理学。もう聞くだけでちゃんと変えないでくださいよ。古典物理学。<laughs> うん、で、第2回目は相対性理論。ね、これみんな知ってみたいけど、 絶対分かんないとこなんで、大丈夫ですか大丈夫ですかいけ、いいすいけますえ、<laughs> これだってむちゃ、もともとむちゃ企画ですよね、だってあの、そで4回です,です、ね、回で理論物理を全部やろうという。そう、1回目は古典物理学、2回目が相対性理論、3回目が、えー、その先の量子力学、4回目が、えー、それを使って宇宙っていうものを考えてみようというような流れで、うんはい、大丈夫ですか 大丈夫そうだと思います。<laughs> <laughs> <laughs> いずれにしてあんま準備してないので <laughs>。<laughs> はい。じゃあもうちょっと本当に学校のオープンキャンパスだと思って仮定の大学ばくれて。はい、はい。じゃあ今日は古典物理学ということですので、えー、お話をいただきます。まず。 古典物理学って何かの前に物理やっぱ時代とともにだ変わってますから、はい、まあ基本的にはこう自然界がどうやって動いてるかの基本的なそれは他の自然科学と言われる、まあ、化形学とか生物学とか、まあ、いろんなのあるんですけどそれは全部自然界がどう動いてるかっていうことを調べたい知りたいっていうことは同じなんですけど物理学はその中でも、まあ、より基本的なこう構成要素とか、うん その化け学とか生物になっていくともう少しその構成要素が集まってできたものですよね。もっと複雑なものというか。うん、そうじゃなくてその構成要素自体とか、うん、もう一番基本的なところを調べていこうっていうのがまあ物理学。だからもう何をやったら何が起こるかが知りたいと。うん、これ石投げたらどこに行くか、実際やってみなくても、スペースシャトル飛ばしたらどこに行くか知りたいとか。うんうん、でそういうことができるようにする。うん 学問ですね実はルールがあってできるんですよねその都度別のところに行くわけじゃなくて、はい、まあ一応ルールがあるので自然界のルールっていうのをし、うん、見つけてあの発見していくとまあそんな感じですかね。<laughs> そっか科学とか生物は物理学の基礎に成り立ってるわけか。 本当この素粒子とか原子とか分子そ,そ,うですそれを解けば本当は全部わかるはずなんですよその素粒子とかの,その物理学の法則を分かってればそれを本当のむちゃくちゃできないんですけどねうん、うん、複雑すぎてもうん、うん、でっかいコンピューターにぶち込んでやればもうそのルール全部動いてるだけだから他は。 自動的にそう、そうなるはずなんですよ。っていうことを言うので物理学者嫌われるんですけど、うん、お前、いやいやいや、お何様のつもりだとそ,うそ,うそ,うそ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 う。でも一応、うん、あの、自然界の階層というにはそういう、えー、ところが実際人間はできないので、それは化学も生物学も。うん 非常に面白いですからね。その、うん、そんなむちゃくちゃ変なことが起こるわけじゃないですか。生物。はい、だから、それ、それは、それ、でも,もちろん、非常に重要だし、面白い学問なんですけど。はい、まあ、物理学の役割としては、その一番基本的なところをやるとう、うん。その。最も根本的な原則なんですけれども。うん、その中で、えっと、古典物理学。 ええ、で何かって聞きたいんですけど古典物理学っていうのがあるってことは新,新物理学があるってことですかあ,あ,るありますでもそれは新っていうんじゃなくて、うん、あの量子力学が古典物理学に対応する、うん、それが新物理学だね言った量子の効果が入ってないものを古典物理学と言います、うん、まあ単に名前ですけど、うんうん、量子力学が出てきてそ,それはあの次回以降というか3回目以降だと思うんですけど全然違うルールで世の中が動いてるってことが分かっちゃったので、はい、で で実は僕らにはその効果ってあんまり感知されないんですよ。はい、であの効果が重要になってくるっていうのは非常に小さいところとか特殊な状況とかなんですけど、うん、本当はそっちのルールで動いてるんですよ、うんうん、僕ら自体も。でそれが分かってきたのが20世紀で,、うん、で量子力学っていうあの学問,なんで学問ていう分野なんですけど、はい、でそれ以外その効果が入ってないものを、はい、一応古典力学と呼ぶっていう、まあ、名,前名前ですね。はい え、そのじゃ、量子力学が正しいなら、えええ、特にビジネスパーソンの皆さんが、ええ、なんで古典物理学を学ばなきゃいけないですか。そうですね。例えば、量子力学の効果を全部入れて、はいうん、この水の話をするとか、ボトルをどこにやったかっていうのを。必要ないじゃないですか。はい、量子力学って、やっぱ結構数学も大変だし。はい、いろんな変なパラレルワールドに散ったり、いろんな変なことをするんですよ。うん、ところが、その量子力学の効果っていうのは。はい、例えば、電子とか、あの、考えるときに、非常に重要なんですね。はい、もう、なんか、同時に、いろんなところにいるとかも、わけわかんないことを。 本当に自然界起こってるんですけど、はい、そういうのって電子1個じゃなくて原子になったり原子が10個とか100個とか1000個とか集まってくるようになると、はい、その効果鳴らされちゃってほとんど消えちゃうんですよ。ほ<う>だから入れる必要ないんですよ。もうだからもしそれ,れ効果動いてんだけど効果鳴らされて結局効果ゼロなんていうか入れる必要はないそう。事実上消えちゃうんですよ。うんうん、でも本当はそうなんだからそうやってやったらいいじゃないかと思うかもしれないけど、はい、例えば。 なんかいい例が思い浮かな。ちゃんと用意してきて、適当に喋ってるので、あなんですけど、<laughs> あの、例えば、銀行で、あの、なんかすごい巨大な金を扱ってる。これ、日本の人はたまに通じないな、でも。はい、え、例えば、こう、買い物した時アメリカとかで行って、お釣りが9ドル89セントとか、9ドル98セントとかだと、10ドルくれちゃうじゃないですか。あ、なるほど。で、それ、それは、そこの、労力を勝ち1セント合わすより、うん その手間の方が、うん、あの、もっと根本的なのを設けたいわけで、実際こいつを投げたところにどこに行くか知りたいときに、はい、誤差が00 0.0000000000000000001ミリの精度を担保するために量子力学で死ぬほど難しい計算をするか、はい、その効果の入ってないニュートンの力学でポンと計算するかって言ったらそれで十分なので、はい、あ、そういうことか。そうです。だほとんどの場合っていうか、日常の、うん、僕らの日常、 まあ本当は僕らの日常っても携帯電話とかそういうコンピューターとかは全部子力客使って動いてるので、はい、そういう意味でだからビジネスパーソンも子力客本当は知っといた方がいいと思うんですけど、はい、ちょっとしたこういわゆるこう中学高校で並ぶ物理学みたいなレベルで漁師客を入れる必要はないんです。はい、いやめっちゃ分かりやすかったですよだからざっくり言うと10ドルと9ドル89セント。 でほぼほぼ同じだろうと。ええ、だから別にそこの誤差は計算するのめちゃくちゃ大変なからやめようってことですね。そうですそれす確かにこの水のボール投げてどこ行くかに本当にレでレレレレレ一ミリが変わるかもしれないけど、それ入れないで計算するうが楽だし。なんだけど量子ゲーが必要なのがあれか何十億円とかなん。 この宇宙とかのレベルで考えたときに誤差がガチョンとそうなってくる。そう、だから小さいところでは誤差100%とかになっちゃうので。はいはい。ハンドタイム世界とか。ええ、もうそれ入れなきゃもう全然間違うので。はい。もちろんそうやってやって、そういうことができるようになってきたっていう過程で見つかったわけで。はい。あれ全然合わねえじゃんと。ずれてんじゃんそうそう。こ典理学、ニュートンの力学あって、それで物理学は完成したって言い放ったやつもいたぐらいで。もはや人間のやることは応用だけであると。もう物理学というのは完成してんだと。はい。全部上がってんだと。 で、やってみたら全く合わないわけですよ。うんうん、で、それで全然違ったねって、完成どころかこれからですねっていうのが20世紀の初めに起こったことで。うんうん、なるほどね、えー。で、量子力学っていうのが分かってきたと。で、もしかしたら、だから量子力学だって最終形じゃない可能性も,もちろんあるわけですよ、は。その先にまだあるかもしれない。あるかもしれないし、今のところその量子力学を超えなきゃいけないっていうのは、はっきりとは見えてないんですけど、はい、そういう事実はあんまないんですけど、はいで、それだって実はもうテクノロジーが単に今の で足りないだけでもっとものすごい精度でむちゃくちゃいろんなことやりだしたら実はずれとるというふうになっていく可能性があるわけでそう起こるとまた次のレボリューションっていうんですかね革命が起こってっていうまあサイエンスってそういう感じ特に物理学そういう感じで進んでいくので,でそうするとじゃあ昔の理論は間違ってたんだというかっていうとまあ,ある意味間違ってるわけでその効果入ってないわけですと,ところがその状況下で今まで使えてたわけだから間違ってたっつったってそれで十分なわけですよだから間違いの意味がその近似式だったいうことですね。 ですよね。近似って言うんですけどアプロクシメーションって言うんですけど、うん、ほぼ大体合っていると、うん、で、ある条件下ではほぼかそれで十分であるという理論だったというだけですよねそっか地球のこの環境と我々が生きている時間軸の認識の中では、うん 大きさとか小ささとか時間軸の認識の中では古典物理学である程度説明ができる使えるものだったっちことです、ね。まあほぼほぼ大丈夫ですね。そのただテクノロジーに行かなければ。はい、ただ現在のテクノロジーは実はほぼほぼすべて量子力に基づいているので、<う>テレビだろうと半導体だろうとマイクロチュップだろうと、はい、携帯だろうと。はい、だからそういうことを理解するなり、うん、まあ本当に理解してる人は難しいですよ。僕だってあの工学者のレベルでは理解、あのエンジニアのレベルでは理解してないですから。はい、だけどそういうことが動いてるなっていうのは大事ではあるけど。うん こう、なんつうんですかね、日常の直感みたいな話では、まあ、いらないっていう、まあ、そういう話ですなるほど。で、だから、高校までやる物理学っていうのは、古典物理学までですか古典物理のさらに一部です。で、実は量子力学が入ってないっていうのは、このシリーズで言うと、最初の2回が古典物理学です。3回目に量子力学。あ、相対性理論も古典物理学です。そうですね。相対性理論も古典物理学なんです。ただ、それは20世紀の物理で、量子論の効果は入ってないんですけど、 今まで19世紀までに培ってきたものをものすごい革命的に変えたんですよ。<う>まあまあそれはそういうストーリーを皆さん聞いたことあると思うんですけど、うん、相対する時間っていうのは人によって遅れたりみたいな、うん、すごい変なこと起こるんですけど、量子力学の効果は入ってないんですよ。うん、だから名前という意味では古典物理学に入ってます。はいだから第一回は古典物理学の中の<や>あの年数年代でいうと19世紀終わりぐらいまでに。うん あの、確立されてきた物理学。うん、で、学ぶ過程という意味では、いわゆる中高で学ぶやつを話そうかなそれ,それ90分で教えてくれないですか <laughs> あそうなんです。だからこれ、無茶なんですよ。無茶ぶりなんですよ。<laughs> 確かにやったっけど、6年やったけど、すべて忘れてるんで、えー、教えてもらっていいですかど、まあ、でまず古典物理学。そうです。古典物理のうちの、まあまあ、中高の、要するに、ニュートン力学って言われる。ニュートン力学をするやつですね。はい、ニュートン力学を超えていったのが相対性理論なので。 物理学その古典物理学の中でビジネスパーソンがこれだけ概念として知っといた方がいいとか話としてあの興味を持てるみたいなもの何個か挙げてくださいかそうですねまず最初にこれだけは知っておいた方がいいっていうかままああちょっとこういうもんなんだというのは知ってた方がいいっていうのはまさしく今までの話です要するに物理学とは何なのかと何をやっているもんなのかとゴールは何なのかと自然界の基本的な動きなり何なりを ルールを見つけてそのルールさえ知ってれば実際にやらなくても例えば何が起こるか計算できる何か打ち上げてやったら失敗許されないじゃないですか木星の周りをあれして観測してきたいよねとか何千億円かけてちょっとずれてしまいましたみたいな許されない許されないじゃないですかでそこら辺はニュートン力学でほぼまあニュートン力学相対性理論にちょっと入ってるかもしれないですけど古典物理学で大丈夫なんですよでもそうういことをやってるのが物理 というのがまずまあ一応基本の基本でで今からいくつか多分おっしゃったのは高校とかそういえば聞いたなあやったなみたいなやつをもう少しあのまあ一応僕もプロなのでプロの物理学者からみたいなことだとしますとちょっといくつかあの言いますね最初物理学の走りっていうかまあ1718世紀とかなんですね有名な名前はまあもう超巨人あのガリレイガリレオガリレイガリレオガリレイという人がいて で彼らとかまあ当時まあその周りにいろいろねあのデカールとかなんか巨人がいっぱいいたんいたんですけどまあガリレオガリレーマケプラーとかすごい超スーパー巨人あのあの例えばあれですね映像の世界で言えば高橋宏樹とかそういうスーパー巨人は今ちょっとやボケに一瞬ちょっとまあまあまあねすいません僕余計なこんなこといらないんだよお前はみたいなちゃんと普通話ガリレオガリレーとかニュートン まあまあその2人、じゃあその二人にちょっとあまりに集中しちゃうと、実は他の人もいろいろ貢献してるので、あんまりちょっとアンフェアなとこもあるんですけど。確かに、エポックを作ってた人を点にしながら話していくと、その周辺も途中話すとして、面白い、分かりやすいかもしれないですねそうなんですよ。めはバリネ・オカリレイ。次がデカルトとかもそうなんですけど、ニュートンですね。やっぱその2人ですね。その2人が中世というか、17、18世紀っていうんですかね、そこら辺の巨人としてあって、それがやっぱり高校で最初に学ぶ。 あのう、ブラックもんですね。で、ニュートンがほぼ、まあ、最終形にしたような感じなんですよ。まとめ上げたみたいな。で、そこに至るまでにガリレエとか、まあ、いろんな人、ライプニッツ、ケプラー、コペルニクスとか、まあ、いろ、いろんな人が貢献しているわけです。けどライプニッツ、ケプラーともう一人、コペルニクス、今言いました。コペル、コペル君ですね。そうです。コペルニッ天動説。天動説の話ですね。え、じゃ、あちょっと、ガリレオ、ガリレオ、ラプニ、ライプニッツ、ケプラー、コペルニクス、ニュートンの順。あたり、そこら辺何がやったか、ちょっと。いてそうですね。あのう。 リリま,まずガリレーの原理っていうのがあってですねまあその歴史的なことをいろいろやってあのピサの斜塔の実験とかいろいろ本当はそうでピサからやっぱ落としないみたいですけどね<あ> <laughs> <れ>ピサの斜塔があれガリレーです、はい、はいはいはい ニュートンのまとめやじゃニュートンからちょっと遡のっていくとニュートンがまとめ上げらめたのは実は自然界のい,いわゆる基本的な運動っていうのは運動の3法則この3つの法則さえ分かってればいわゆる全てが計算できるっていう、うん、ちょっと今ニュートンがニュートンのトンところがその3法則はガリエオが見つけたりいろんな人が見つけたりしてるんですけど、うん、はははニュートンがそのまとめ上げた形この3つでいいんだとそれは運動の第1法則運動の第2法則運動の第3法則っていう、まあ、そのままやげっていうあれなんですけどえ何ですかそれ第1法則っていうのが まあ、あの最初に学ぶんですあの、はい、高校で物理やる時に。うん、でどうやって学ぶかっていうと、まあ、それ基本的にガリレーの話なんですけど、うん、よく言うのは止まってる物体は力を加えないととととそのままままずっっっ止止るるて物体は今ここに引きでありますね。うん 力を入れないと、ずっと止まってると,とてる。で、動いてる物体っていうのがあったりすると、はい、まあ、ちゅう動いてるとすると。<ー>力を加えないと、はい、そのまんま等速、うん、等速ってもな、等しい速度。うんうん、そのままずっと動き続ける。はい。それ、ソールン法則。これが第一法則。そう、そういう風に学ぶはず。止まってるものは止まってるし、動いてるのは。 まあ摩擦とかなければずっと動くなる。そうそう、摩擦。はい、それが、そうです。それもやっぱりすごいですよね。てしでもそれは実はちょっと直下に外れてて、<laughs> うん、いや、動き続けねえだろうと思っちゃうわけですよ。だって止まるじゃないですか。はいはい。でもそれは違って力働いてるんですよ。その摩擦っていうのが働いていて、はいはい、実はそうでなければずっと実は統足できるんです。うん、で、それは現代の人は、 あのビジュアルがあるから分かりやすくて宇宙船なんかに乗ってるビジュアルを見たことみんなあるからポーンってそしてやっぱり本当に等速で行くんですよ、はい、空気なんかなければ摩擦もないので等速、はい、でいくと。はい、でそれが最初の法則だって学ぶんですけど、うん、実はそれも、まあ、正しいんですけど。うん 実は物理学ってすごく本当は深くて、で、あん深いところから始めちゃうと逆にわかんない人がいると思うのか、普通学校とかでそういう教え方しないで今のような教え方をするんですけど、実はこれもっとものすごい深いこと言え、実は違うんですか？あ、まあ合ってるんですけど、間違ってはいないんですけど、もっと深いこと言っていて、面白い。これ何かっていうと、まあちょっとわかりやすく例えば宇宙、宇宙っていうか、まあ空間に。 二つだけものがあったとしますと。二、はい、つの宇宙船。A と B、宇宙船。B。で、それが遠ざかっているとですこうって。はい、遠足でっていう。同じことで。ぎゅーって遠ざかってはいはい。しますよね。はい。この時、A が、俺が止まってて、お前が遠ざかってるやろと。はい。ういやいや、んなことに俺の方が止まってて、はい、A、えー、お前が遠ざかってる。はいはいはい。正解はどっちですかっていう話に関係してる。えちょっと待よ。<笑><笑><笑> ちょっっと待てさよ両方動すかもしれないしかもしれないいやいやそんなことねお前ら両方動いてるよかもしれないかもしれないどうやって決めるんだどっちが正しいだってその2つしかないんです何かに比べてるか言えないでその2つしかなかったとしましょう世の中に A と B しかないでリラティブに相対的にそういうふうに動いてるとその時こっちが止まってこっちが動いてるのかこっちが止まってこっちが動いてるのかそれとももちろん両方とも動いてる可能性もあるしそれ独生解は何なんだ え何なんですか？正解はないってそれがガリレイの原理の本質なんです。えめっちゃ無人だけどこれ確かに高校生おせえだ混乱するわ。そうだからでも等速で動いてる場合は等価なんです。A と A は俺が止まっててお前が動いてるって言ってしますよ、ね。はいで B の方、はい、で B が違う違うと俺が止まっててお前の方が動いてんだと、はい。はいはいはい。はい どっちが正解っていうのは概念としてないっていうのがガリレーの原理ですね。しかもですねニュートンの運動第一法則を言ったのがまずガリレーでガリレーです。でガリレーの,その運動第一法則今その止まってる動いてる話で言うとそうか A が遠ざかっても<う> B が遠ざかってもそれは10であると1そそれが本当の中身なんですこのだから逆に言うと動いてるものは等速で動き続けるっていうふうに言うんですけど、はい、要するにこの動いてるものを止まってると思ってもいいってことなんです。る 権利があると、はい、そだって正解分かんないですもん。だって原理的に分かんないんですもん。はあはあ、A と B が2つ,2つしかなかった場合に。いや、なんかパッと、なんかこう、僕らの普通人の、普通人のですよ、ええ、感覚で言うと、仮にその宇宙が有限だったら、ええ、いその座標軸があるんだとしたら、ええ、座標軸に基づいて判断できるかなと思ってそれがないというのが つまり宇宙が有限であるかもわかんないし座標軸もあるかどうかわかんない。うん、有限であったとしても座標軸があっても、うん、その座標軸にとって、うん、等速で動いてる座標軸は、うん、元の座標軸より偉くも偉くなくもない。同じ。うん、こっちの方が止まっててお前が動いてると言っても構わない。うん、全く価値として等しいっていうのがガリレイの原理です。 ほう。え、ちょっと、え、わかんないわ。ちょっと待ってくださいよ。え、ちょっとすごいわかりやすく言うと、ええ、宇宙がこんな感じだったじゃないですか。ええ、まあこんな感じでね。宇宙が、まあちょっと仮に、仮にこんな感じだったとしますよ。はい。仮に。で、まあこ,ここら辺に A さんいると。で、B さんここら辺にいると。したときに、まぁ、あ、なんていうんですか、こ、こいつがこういう風うに行くじゃないですか。そしてなんか、座標に行くに宇宙の果てに行くから、やっぱこの人が動いてたんだよそう,、ね、うそうそうそう。宇宙に壁があればあったりすると、確かにだからこれは成り立たなくなるんですだからそういうのが多分ないというのは入ってますね、はい、確かに。あ だから、その、宇宙にこう果てがないってことかは。はっきりした果てとか、宇宙に対して止まってるとか、何に対して止まってるっていう概念が存在しないんだっていうのがガリレーの原理です。果てがなくて、何に対して止まってる宇宙みたいのがあったら、宇宙の壁みたいのがあったら確かに、宇宙の壁に対して止まってるやつの方が止まっててっていうふうに答えが出ちゃうじゃないですか、うん。出ちゃいますね。それは出ないというのが主張です。宇宙がバーンってずっとひ開いてるっていう,ようなイメージ。ある意味。えー、あるある、まあすごいわかりやすく言う。むずい、いきなりむず答えが、ー、 ガリレオは何ですかそれ正しいんですか正しくないんでしたっけえっと、ニュートンはそれに基づいて全体系を組み立てたので、ニュートンの体系によれば、うんあの、そういうことになってる。なってると。うん、で逆に言うと、本当はもっと正確に言うと、壁があるかどうかとかじゃなくて、うん、このローカルというか、うん、この A と B が止まってるっていうのを、ここだけ見て判断できないというのが主張なんですけどね。え、どういうことですかここだけ見て。えっと、えっと、こう宇,宙宇宙に、もし仮に壁があったとしても、はい、こ,こいつとこう動いてるときに、はいこう この壁まで行かないとすれば、はい、A の方が止まってるか B の方が止まってるかっていうのは、はい、原理的にさっき言ったように区別のつきようがないいう。ういそれ以上のことは本当は言ってないんですけど、宇宙に果てがない、あるのかないのかとかいうことは、ガリオ自体は言ってないんですけど、要するにここで思って、宇宙に,とに対して、例えば水の流体みたいな、水みたいな感じだったら、はい、水に対して俺が止まってるかっていうのは果てとかまで行かなくても分かるじゃないですか。はいはい、そういうことはできないと言ってるだけなんですけど、そう,そういうことか。 えむずもっと正確に言うとでこれはでもちょっと細かくて正確にいいい<え>なりすぎちゃうかもで,、ね、あのでも興味ありますん、ね、こういうことに何の意味があるんですかですよでそうすると、うん、その等速になって動いてるものっていうのは、はい、止まってるって主張できるっていうことは、はい、等速に動いてる人にとってが何か実験とかしたりしたらそれとそれに対して等速で動いてる人の実験結果と全く同じになるはずなんですよ、うんで。やんなくてても分かります等速に動いてる、うん、その こう宇宙船の中でどういう何、うん、かの実験をしたらどういう結果になりますかっていうのは、はい、とそれに対して動いてない人がやった事件結果とこの原理が正しければ全く同じなるんです。なるほど。やる必要ないです。やる前にわかる。それが、まあ、こう自然界のルールはこうだと。で、それは、<う>あの、僕らは、 まあいい意味で悪い意味でも宗教ではないのでそういうのが原理って言ってるけど何かから導いたわけじゃないからいろいろ観測してあるするとどうもそうらしいということなので何度何度例えば何か実験をやって違えばいや違ったんだねってなるわけですけど今のところそのガリレオ原理っていうのは完璧に正しくて、うん、そのよお互いに等速に動いてるシステムっていうのは完璧に価値としてそれ「等価っていうんですけど、うんまあ0日であると。等価等価であるとえは裸にてこれはどうその これでそのガリレオで今のもとに考えるとどう考えるかっていうのははけないです。でも、う個いや、合ってると思う。もう回酒になってしまう酒です、酒になってしまう。10日です。はい。全部年末飲んでましたね。はい、6日とで、えっと、例えば、野球で、こう、カキーンって待って打つじゃないですか。どう見てもボールが遠ざかってるじゃないですか。でも、ボールから見たら、僕らが当たっって書いても全く同じ。等速ならば。等速ならば。等速ならば。速度がずっと一定ならば。あ、そうか。 宇宙空間で、ええ、宇宙空間で野球したとすれば。ばで、え速遠足ならば。だから、それはポーンってボールが飛んでいって、力働かなければ、そうですよ。だから、<laughs> かお前の方が遠ざかってるって言っても全然構わないっていう。とか、今、地上のルールとか、地上だと、こうやってカキーンって打つと、僕らこう、摩擦力大きいから止まってるけど、そうです。です宇宙空間で、 仮にカキンってやったら二人ともピョーンって飛んでくのか。そうです。摩擦力がないから。そうです。だから自分が吹っ飛んでるとも言えるし、あ、宇宙空間で考えた方がいいいですかわかりやすいです。で、それがあの時代にそういうセンスを、今だと映像で見たり宇宙空間でイメージできるけど、イメージできないで見つけてしまうっていうのが、まあすごいことすごいですよね。かやっぱ、さすがですね。さすが、福山正宏が演じるだけありますね。そうです。そうです。だって、あれ、なんだ。 クイーンも歌ってますからね。クイーンも歌ってますかガリレオー、ガリレオーって。歌ってましたっけ歌ってますあ、そうです。さすがに、ボヘミア・ラプソディーの。あ、ボヘミア・ンラプソディーのそっか。そういうことか。宇宙空間で野球した時思い浮かべるような感じ。同じだ。そうです。摩擦がなければ。はいはいはい。で、それを、じゃあちょっと進めてみて。進めてみましょう。はい。例えばその2個、A と B しかないとしますと。はい。 で、今度は、等速じゃなくて、加速しながら遠ざかってたりするじゃないですか。はい。どんどん、うーんって遠ざかってる。はい。で、その時に、A は、いや、俺止まってて、お前が加速しながら俺から遠ざかってんだと。はい。で、B は、いや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 、俺が止まってて、お前が加速しながら遠ざかってるんだ。はい。もしくは両方、もちろん加速してるかもしれないけど、答えはありますか ?MG だね。今の流れでいくとないんじゃないですかと思いますよね。はい。あるっていうのがニュートンの。マジか 加速しながら遠ざかるってこう、さっきはニゃーンって遠ざかってたそう、同じ。うーんって。そうそうそはいはい。っていう場合には、だからこっちに対して等速じゃないわけですよね。はいだから、あの、加速していってるわけですね。で、加速するということには、何かが起こらないと加速しないはずで、さっき言ったように何も起こらなければ等速で動いていくわけで、加速していてことは何かが働いてるんですよ。何かを、力を働かなせないと。ニュートンの言ったのは、力を働かせると加速する。うん。 逆に言うと、だから宇宙船がビューってなってるってことは、何かで引っ張ってるか、何、はい、か電気の力でやってるか、はい、推進してるか、はい、で、そういう力が働いてる方が加速していて、はい、働いてない方は加速してないんですよ。はいはい、で、両方がブーって加速してれば両方加速してる。はい、で、その加速してるっていうのは、要するに絶対的な意味がある。うん、俺から見たら、 加速してるいやいやいや俺の観点ではって言えなくて加速してるかどうかっていうのははっきりとした意味があって、うん、でそれは力を働かせると加速させられるいはいでそれがニュートンの第二法則。あ面白いそっかい野球考えましょうか宇宙での、うん、カキーンって一回打ったら多分摩擦がないかピヨンってこうずっと同じ速度で摩擦がずっと同じ速度でいくと。 どっちかが力がない。っちかん力なん何かやってんだろ、お前らと。そう。途中で。で、そのやった方を加速してるんだったら、そっちが加速して、何もやられてない方は、そのまま等速だっていう。なるほど。それが第二法則。第二法則です。だから。わかりやすくなってきた。そうなんですよ。だから、加速っていうのは、原理的に区別がつく。で、それは、例えばその、力と、等価日じゃないんですよ、それも、もはや。で、それは、わかりやすくて、 例えばこう、電車がブーンと同じスピードで時速50キロで動いてたら、例えば窓も何もなかったとしたら、気づけないと言ってるわけですガリレイが言ってるのは。はい。高速で動いてるっていうのは止まってるのと同じなんだから、俺の方は止まってんだって言っていいわけだから、全然気づけないはずなんです。ところがニュートンの言ってるのは加速してるっていうことは絶対的な意味があると。で、電車がずっと50キロいてるじゃん、50,60,70,80ってなってると、中にいる人は、加速してない場合にはこう、物を落とせば真下に落ちるし、っていうはずなのに、 こぐーってなんか力を感じたり、価値等しくないんですよ。だからそういう加速してるシステムっていうのは、はい、もうすでに加速してないシステムと違うことが起こっちゃって、でそういうこうぐーってあったり、円心的にひゅーってなったりするのは、もうすでに俺の方が止まってるって主張できないわけですから、はいはいはい、ういう引っ張られてるそうです。うん、だから十日じゃないんです。そっか、五十キロでも百キロでも。 ずっと100キロならそんなに感じないのかいや、全く原理的なのも感じないはずなんです。感じ、あのー、ま、さすが一切なければ感じない。感じないはずで,、はい、でえー、それが確かに50キロから100キロに加速したらグーってなる。そうですそうです。それは肌感としてなんか感じますね。えーえーえー、で、それは、その、そう,う見かけの力が働いちゃうんです。はい。ないはずの力が働く。はい、で、それはなぜかというと、そのシステムが加速しているから。はい。で、加速していったら、元の加速してないシステムと、もはや10日じゃないんですよ。うん、だからそういう見かけの力が働いたりする。 誰かが何かやってんだろうと。そう。それが第二法則。そうそう。で、その時に、その力みたいなのを与えると、そうやって加速させることができて、はい。で、ニュートンはその力を与えれば加速するって言っただけじゃなくて、はい。力を2倍与えれば、はい。えっと、加速が2倍。はい。で、力の大きさを3倍にしてやれば加速が3倍っていう、比例するんだっていう、はい。ちゃん、ちゃんと式で提案して、で、力っていうのをよく F って書くんですけど、はい。なぜなら英語でフォースだからですね。フォース。うん。で、 えっと加速度はなんか a って書くんですよ。<A> なぜなら加速度なんですけど英語で言うとアクセレレーションなので。はい。アクセレレーションなので。これが比例している。はい。だから。 まあまあこう比例え M とか書くんですけど M でしたっけ、A、F が2倍になれば A も2倍になる。なぜなら A、はい、加速どれだけ加速するかはこれ M で割り算してやると F は M 式使ってしまった。あいいでここまでだろ落ち着いてくださいっていう。これが運動の第二法則、ね。A は加速度は。 M って何でしたっけで、で、これは、あの、F を2倍にしてやれば2倍加速する、F を3倍にしてやれば3倍加速する、そうなんですけど、はい、その同じ F でも、加速しやすいやつと加速しにくいものがある。加速しやすい。はいはいはい、はい。例えば同じ力でこのボードを押すのと、はい、同じ力でこの壁を押すのと、はい、同じだけ加速しないですよ、やっぱり。はいはいで その加速しやすさ。だから F を例えばこう10にしても、はい、この M ってやつが1だとすると A は10だけ加速するんだけど、はい、M ってやつが100だとすると A は0.1しか加速しないんですよ。うん、だから、10、同じ10、はい、だけの力を与えてもですね。はいはい、で、これがだから加速のしやす、しにくさですねここ。これが大きいほど加速しづらい。同じ力を与えても。で、これが質量っていう。重さ重重。要するに重いとい重くなそうです。だからその物質ごとにこういう性質があって、 M って、はい、物質ごとに重さという、まあ質量というんですけど、より正に確には性質があって、はいはい、同じ力を加えても、あるものは加速しやすいし、はい、であるもの、この M がでっかいやつは加速しづらいと。<laughs> そっか。で、こういう式ですね。で、これよく言われる <laughs> MA イコール F。で、これが、あの、基本、ニュートンの、あの、本当の本当の、あの、ニュートン力学の肝の式というか、 m イコール F あ、そうです、そうです。なんか聞いたことはあるかもしれなか思い出す。まあ、こういう意味です。なるほど。こえ、これは第2までですよね、今。そう、これが第2法則です。で、第1法則は、あの、こういう加速が重要なんであって、加速してないシステムっていうのはもう全部止まってるっていうか、等価だっていうのは第1法則で、そっからのズレはこれで決まってるっていうのが第1法則。決まってると。ほう。で、それだけで、だから吉前会が解けると言ってるんですもう f さえ分かれば、重力、まあ、この f、あとはどんな f があるかっていうのを調べていくっていうのが、 に F にどんすけど、そのうちの,あの最初にニュートンが使ったのは重力ですけど、F がこう、こういう F が自然界にあるって言ったら、はい、F が働くとどれだけ加速するか単にこれで計算すればいいので、はい、M っていうのをあらかじめ測っておいて、どれだけ加速するか測ればいいんで、ではい、どれだけ加速するかっていうことは速度がどれだけ変わるか分かるから、はい、で次の時間にどういう速度なのか分かってて、はいで、速度っていうのは位置がどれだけ変わるかのことだから、はい、それをどんどんちょっとずつ足していけばど,どういう位置に行ってどこに行って。 スペースシャトル打ち上げたらどうなるかって全部計算できるっていうのが。もうそれだけです。ニュートン言ってるのは第一法則って、お互いにと、あの、等速で動いてるのは価値が一緒と。はい、でそこからずれる、加速するっていうのには力というものが必要で,、うん、で、力というものを加えたらこれに従って加速すると。<う>まあそれだけで、そしたらもう将来解けるじゃないかと。はい、で、実際それをやっ,たやったのがニュートンで、そこから100年、200年の物理は基本これの上に乗っかって進んでいくことす。え、ミサイルとか、あの、ロケットとかも、 基本、ニュートン力学でで基本、この法則だけです。量子力使わないで。あ、使わないですよ。へえ。あ、それはもちろん、それを制御したり、最近のやつは、その誘導、精密誘導したりするときに、もちろん、その、電子機器を使ったりしてますから、そこでも当然量子力使ってるんですけど、その、原始的な意味の、本当に爆弾打ってどこにやるとかいうのは、本当これだけですよ。へこれがじゃあ第2。第2。で、これで全部だと言ってる。まあ、第3はもう少し、こう、 さっき、カキの例で言ったんですけど。カキンイでした<う>第3っけ第三はこう、バット、ボールをカキ例えば打ったりすると、はい、ボールに力を与えれるわけじゃないですか。加速して最初、止ま,止まっていたボールを加速させて、カキはい。変え、変えますよね。うん、そうすると、同じだけの力が、はい、力を与えた方に跳ね返ってきちゃうっていうやつです。はいはいはい。なんかそれ別の名前で、作用、反作用の法則言わますけど。作用、反作用が、第3プラマイゼロですかえそ,うですそうです。な,なんか、こ、この、こいつの、 舞台 A が舞台 B にこう、おいっつってバーンと押したとすると、はい、自分もダメージ受けますよってやつですから。はい,はい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 。で、それは F が必ず同じなんです。はい、こ、こんだけやる。はい、F を2だけ突き飛ばしたら、やっぱ自分にも2だけ突き飛ばされるっていう。はい、そういうことか。ただその代わり、うん、F が同じでも、はい、同じだけ加速するわけじゃないので、M がでかければ加速は小さいので、うん、だから超でっかい大人が、うん ここうまあ、なんか、例悪いな、ちょっと、あの、暴力的で。だけど、まあ、ち,ちっちゃい人を<だ>ボ、ボーンって押したら、うん、あの、こっちが吹っ飛ばされて、こっちはあんまり吹っ飛ばされないんですよ、うん、お相撲さんと。小錦と舞の海みたいな。えー、えー、ところが力は同じなん、うんうん、です。 でなんで加速が違うかって、M が違うから違うだけであって、力は必ず1だけ与えたら1だけ食らっちゃうっていう。それが最後の話ですああ。で、前のみがちっちゃいから吹き飛びやすい。そうです。M がちっちゃいが単に A がでかいだけであって、F が違うわけじゃないです。F は必ず何かの F を与えたら反応として同じ F が返っていくる。マリオカートやってます やってはいないですけど、マリオカットがクッパとヨッシーみたいなのいるんですけど、クッパなんか重いんですよ。こうやってこう、車同士こう、競争するんですけど、ぶつかるとクッパあんまり入れないんですけど、ヨッシー軽いからぶつかるんですよ。まあそういうことか。そういうことです。でもそれ力が。ヨッシーとクッパか。そうです。クッパがヨッシーに100の力を与えてて、ヨッシーはクッパに1しか与えてないんじゃなくて、力自体は必ずなるっていうのが第3個そです。それがニュートンの第 3? 第3です。これでも知ることに何の意味あるんですか、これ。ああ、でもこれはだから、その、例えばこうなんか、 こう打ち上げたりしたりして、ぶつかっちゃった時とかにどういう風になるかっていうのは、これが分かってる。あ、全部。そういうことか。あと、相手にこれだけ影響を与えれば、与えたければ、こっちにこれだけのダメージを受けるから、<で>これだけの基礎感と、強度感<度>とかとか。そっかそっか、強度を測ったり。例えばね。例えば。でも、この3つがあれば、べてが、F さえ分かれば全てが分かる、うん。めっちゃめ、なんか久々に思い返したら、えー、なんで俺、高校の時はそんな楽しくなかったんだけど。えー、<laughs> そう、しかも内容的にこれだけなんですよ。 あとは、これをいろんな場面に使ってみましょうっていうなこれだから、そうそうだから、それをこんなことやったり、こう、斜面とか、こう、振り子が踏んだらとか、これの使い方を学んでるだけで、この1,2,3以上、原理的には出てこないです。これをどんな風に使ってたんですか振り子とか斜面とか結局、摩擦とかのことやってるのかあ、そうです。同じです。例えば、斜面とかは、重力って、F が何があるか知らないともちろん取り付けないです。F 何があるんですか重力と基本的に、この場合は重力ですね。重力があると、重力と、あと、この、 この斜面からこいつに、あと摩擦力とか、そう、いろんな。だからもう物理学はこのニュートンの時点で、F に何があるかを調べていくっていうのに帰着したとみんな思ってたんです。うん、そんな簡単じゃ実はなかったんですけど。そっか、質量はわかるでしょと。うん、で A、A を解き明かすには、じゃ F がどういう種類の力が、 自然界で働いている。にありあるかっていう、それは、その都度調べなきゃいけないっていうフレームワークになってるのがニュートン力がなるほどな。あと F さえ調べていってやれば、基本的に何でも解けますよという。めっちゃ、20分でいいじゃないですか、別に。そうなんですよ。いや、そうなんですよ。なんか、なんか、これ、理明不明、まあ、難しいですけど、もちろんこれ、式でやって、学ばなきゃ、実際解けるようにするのは、要するに、スポーツで言えば筋トレみたいなもんで、野球をやったらすごい楽しいんだけど、それなりにやろうと思うと、 っちやっぱりその前に準備をしたり、<laughs> そ,その、それをやらされちゃって、そこで嫌になっちゃうって感じで、その本当のところ、あの、キーはこういう、なんつうか、そこなん単純であるし、それなりになかなか実は面白い。 概念さっきに言ったこう本当物理学の第一法則とか言って止まってるものは等速がとかなんかいろいろやられるとうわーとか思うんだけど、はい、言ってることが面白くて 2>,、はい、2つのものしか自然界になかったとした時にうん、うん、どっちが止まってるって言い合いになった時に結果は出るんですかとか、うん、本当はそういう話をしてるんですよそういうことなの じゃあ、ニュートンの、今、運動第一、第二、第三言ったじゃないですか。わかりまで、ガリレオは第一発見したってのが分かったと。ライプニッツとケプラーとコプルニクスってそうですね。それは、この第二法則を解き明かすときに、まあちょっと、ケプラーだけ言いますと。第二法則を解き明かすって。あれか。MA これレですね。そうですね。加速のやつですね。そうですね。これ、こういうのを解き明かすときに、やっぱり、ピン、オレヒラメーターとかじゃなくて、いろんな観測データとか、惑星がどういうふうに動いてるかとか、で、そういう、 データの蓄積のもとに、例えばケプラーが見つけたのは、はいもう、ケプラーの頃にはもう地動説、彼は地動説少なくとも通っていて、はい、そのでコペニクスっていう人が最初言ったのは太陽の周りをこう地球とかこう回ってると。年代的にはコペニクスが普すのがちょっと先ですね、はいはいで。でも彼は深淵で回ってるって言ってたんですよ。<あ>太陽が中心にあって。 えー、完全な円で回ってると。で,で、と。ころがデータをものすごい精密にや見てみるとで、それやったのはケプラーですけど、はい、実は違って楕円なんですよね。はいはい、で楕円っていうのはこう2点特別なところがあって、はい、これところだったらこうだし、こん,なはい、こんな楕円だったらこことここだし、はい、で、その楕円のこの、こういう、 点の1点が太陽にして、で、ほとんどでもこう、丸に近い楕円だから、ほぼ丸でいいんですけど、はい、そう、楕円にとなってとすればデータと合うとその、うん、いろんな動きが合ってやってたのがケプラーで、うん、で、そうするとニュートンがこれをやって、うん、F として重力を、うん、彼の重力を使って解いてみたら、うんはい、楕円軌道が出たんですよ。はいはいだそれで彼はこれに自信を持てる。だからそういうふうにやっぱり積み重ねて、例え、うん、は太陽系の運動は楕円だというのを明らかにしたのはケプラーだし。うんうん でそ,れそれ以前に、あの、地動説みたいにやったのがコペルニクスだし。あ、そういうこと、ね、っていう風にして、で、ケプラ、いやいや、でも、深淵ではないと。で、うん、大円だと。うん、で、で、ニュートンは、それを、大円だという仮定せずに、うん、まあ、今みたいなルール、こういうルールにすると、結果大円がちゃんと出るので、実、うん、解くと、うんうん。あ、だから観測と理論が一致したと、ね。そうですそ。その段階段階でいろんな人が、やっぱいろいろ貢献して。はあ、で、これの話もちょっと面白いのがあって、例えばこう、 コペルニックスが地動説をやったときに、太陽が中心だと、そんなはずねえと、人間様がいるこの地球が中心に決まってるっていうことで、よく教会と揉めて、うん、まあ、火炙りになった人とかもいるっていう話があるじゃないですか。うんうん、で、そういうストーリーも僕、本回ったことがあったので、うんうん、ちょっと調べると、うんはい、少し完全に正確じゃないところってあって、これ物理とちょっとずれちゃうんですけど、面白いので。白いはい、例えばこう、まあ、ジョルダーノブルーノっていう人が、やっぱり地動説みたいな、地球が中心であるみたいので,で、ガリレーもそれ主張して、まあ、宗教裁判で、はい、お前、 引っ込めろと。はい、で行って引っ込めてそれでも地球はまあ動いてるんだみたいな、はい、言ったっていういつがあるじゃないですか。ねすねはい、でジョルナーはそのままでも焼かれちゃったんですよ。何で焼かれちゃったんですか火炙りで。はい、でそれは自説を撤回しなくてサイエンスのために戦ってそういう要素もあったと思うんですけど、はい、やっぱり結構大きいのはそれに囲つけて教会機関をしてたらしいです。なるほど。 かだからそ、そっ、うん、か、じゃコペルニクスは焼かれてないわけですもんね。焼かれないです。コペルニクスは焼かれないです。うん、でもそれも、こんなこと言ったらやばいって言うんで、死ぬ直前まで出版を先延ばしにしたりとか、まあ、まあ、大変だったことは大変だったみたいです。ほう。で、であ、あとよくある誤解っていうか、 あの、僕も歴史学者じゃないので、歴史のところはもしかしたら間違ってたら、はい、あの、皆さんて、あの、教えていただいたらいいんですけど、はい、誰もこんなことを信じないと、あんまりにもコペルニクスの地球の方が回ってるなんていうのが、うん、それまでは逆だったんですね。地球があって、うん、太陽と火星の運行っていうのは、うん、逆に地球が止まってるとすると、こう、火星って戻ったりするんですよね。なんかこう、天球で。はいはいはい。だからなぜなら、地球と火星がこう動いてるから、はい、地球が追い返して、また火星が後ろに行ったりするので、なんか複雑なルールじゃないと、こう。はいはい 説明できなくなっちゃうんですよ。これ、プトレマイオス、はい、マイオスのっていうなんか理論があって、惑星系の地球から見た時にどう動くかっていうルールがあって、はい、で、それが結構複雑なんですよ。やっぱりその何月何日にちょっと戻りますとか、はいはい、こっちに行きますとか。はい、で、それをあの、コペルニクスが言ったのは、いやいやいや、単に丸やってるだけで、うん、ここから見てからこういう風に見えるだけだっていう風に、まあ、もちろんやるわけですけど、はい、で、そのコペルニクスの説が一瞬で受け入れられなかった理由の一つには、うん、こっちのプトレマイオスの方が精度は良かったんですよ。 へえどうも。太れマイオスは、大昔のあれですけど、大昔の人で天皇説っていうか、もちろん地球から見た時の運動をルール化してるんですけど。で、星座の動き方をちゃんと星かて惑星の動き方を言ってて、こっちがかなり当たってたそうです。で、当時は航海とかが、海の航海とかで非常に重要だったから、星の位置とか。それはこっちの精度はいいんで、だからどうしても、 まあこれがそんな突拍子もないと思ってなくても、はい、いやでも実際こうだろうと、は,は,はい。いうことでっていう要素もあったみたいです。だからそんな簡単じゃないすらしいです。今その、電気とかで見て、はい。コピーミックスは開かないとか俺したのにみんなが反対して誰も信じてくれなくて、じゃなくて、まあいろんな。甘かっただろうとうあ。で、なぜ、なぜかというと、今はもちろん分かっていて、はい、深淵じゃなくて大変だった。大変だったから。だから計算が合わない、うんそ。それケプラのコツでやれば、もうバッチリ合いますもちろん。はいはいはいだから、ちょっとずつそうやって、その、正しいところを方、うん方 方向性もどんどんちょっとずつやっぱインプルーブっていうんですかね、良くなっていくので、<ー>サイエンスの歴史は必ずそうで。だからよくこう僕ら、サイエンティストとして学ぶのは、はい、理論が完全に見えなくても、鍵となるとこついてる可能性があるわけですよ。自動説みたいに正しいのついてるんだけど、はい、完璧に正しくや,やれてないがために、元のより悪いように見えるんだけど、はい、でも逆の見方するは、はい、こんな複雑なルールでやるより、はい、丸ごいいいわけですよ。はい、でもちょっと合わないわけです。はい、で、それはでもちょっと間違ってたからなんだって、うんうん、その、 思想的に非常に綺麗なやつっていうのは、はい、諦めずに追求しろっていうのは、これよく、あの。あ学者として。の、そうです。なんかもう、本当っぽいんだと。どう見ても本当っぽいなと。うん、ちょっと合わないけど、うん、これより明らかに本当っぽかったら、うん、そう簡単に諦めるなっていう時の例に使われる時はあります、ねうん。そっか、ちゃんと誤差とか、何か隠れてる要因があるんじゃないかと。です単にちょっとずれてるだけなんですよ。大変だっただけなんですよ。はいはいはい。でも、ほぼ合ってたわけですよ。はい、こう、地球の周りが、に、 周りりが動いててててるっていうよりは全然真実を捉えててでも完璧には捉えきれなくてその楕円だったと深円だったってところでちょっとだけずれてたんだけどここで諦めちゃったらこの先の発展はなくてでこれがないと多分これもなくて何もないっていう、はあ。っていう,そうか学者さんのマインドセットの例と、ね、いいれと絵でね。えーえー、面白いな。えちなみにそのコペルさんは何で地動説に気づいたんでしたっけ そうですね。ただ、だからこういうアイディアは結構フラットアップしてたみたいなことも、そうなんじゃないかみたいな。なんかな。んでそう思ったのまあ勇気はあったのと、まああと天文が、まあセンスはやっぱあったんでしょうね。だからこっちの方が、まあ自然でこんなものすごいこう何十個何百個のルールがあるより、太陽を中心として円です。以上で済むわけですから、本当、細かいところはそのシンプルな。済まなかったわけですけど、やっぱりそのシンプルさとか、そういうこう、こっちの方が本当っぽいというか、 センスかそうですそれは結構非常にいいあの評価基準であのシンプルでおこれだったら確かに単純だよねという方が勝ってきたっていう歴史はありますうん、うん、これに限らずは<ー>でそこが物理学の面白いところです「あのえー、これだけでいいんだ」ってでそうすると大体そっちがっ正しいんですほう そっかそぐちゃぐちゃしてるのは何か見えない要因があってぐちゃぐちゃしてるだけでですよ<ー>でこれに行く時ってものすごい単純になるんですよ、うん、あ、うん、ええー、みたいな今までこんないろんなルールやってこんな細かい計算したけど、うん、単にこれだけみたいな、うん、で大体それが大きな進歩と言われるもちろんこのレベルの進歩ってそうそうないですけどねはははいはい、はい、えー え、で、それでケプラーが修正したんですけど、ライプニッツは何したんですかライプニッツ、まあこれを実は解くときには、ちゃんと解いていこうとすると、微分積分っていうのを使わないと解けなくなるんですよ。なぜなら、加速しますって言うけど、力が働く加速するじゃないですか。加速ってどれだけ速度が変わるかですけど、その加速度自体もまた働く力が変わったら変わっちゃうじゃないですか。ちょっとずつ加速の変化を追いながら、加速がどうやって速度を変えていき、速度が変わっていくから、ちょっとずつ位置が変わっていくわけですよね。 で、そういうのを数学的に扱うテクニック、微分積分っていうんですけど。三角みたいなやつでしたっけえそうですね。だから、例えばこう、えっと、速度が、車の速度が50、はい、時速50キロ。はい。で、2時間走れば、はい。えっと、どれだけ進みますか、はい、これ簡単なんですよ。簡単はい、ずーっと50キロだから、時速50キロだったら、2時間だったら100キロ進みますと。 でも普通車ってそうじゃないんですよ。50キロで走ったわけじゃなくて、はい、ちょっと信号で止まったり、いしたりして、はい、これ自体が動くわけですよ。はい、だから時間、こう時間をよく t、タイムって書くんですけど、はい、で、速度は v、ベロシティって書くんですね。はい、まあまあこんな偉そうに書くことなくて、速度。速度あ、でも時間かかるんだよな。漢字で書くと。<laughs> 時間、速度 <laughs> <間>で、その速度自体が、時間が変わっていくと変わっていくので。は,はいはいはい。 そうすると速度がこう変わっていったときに、位置はどう変わっていくかっていうと、この掛け算すればいいほど単純じゃないですよその都度、その都度、速度自体が違うわけです。そのときに、だから時間が経っていくと、今度、走った距離はい。漢字を間違えたりしないから、後ろう距離。はい。で、こう、速度がこう変わっていったとしたら、距離はどうやって増えていきますかっていうのを、この図からこの図に行くことができる<ー>まあ、これは積分で、こっちが微分なんですけど。 そ,ういうそれだけです。え、だからもう本当これだけこれやりたいんです。だけどこれが一定だった単に掛け算すればいいから、こんなことやる必要ないけど、それ自体を動くから、それ自体を動いたときに、それの累積効果がどうなるか、とか、この距離がこういうふうに変わっていったときに、この瞬間の速度はいくつか。だから要するに、車のメーターって、あの、なんだ、品川から東京まで、えっと、 まあ、距離がないや、10キロを1時間で行ったから、はいはい、ずっと時速10キロでしたってわけじゃないじゃないですか。車のメーターそれ、止まってる時はゼロになるし、はい、18とか,だから、瞬間瞬間の速度っていうのをやってるわけじゃないですか。はいはい。だから単に割り算じゃないんですよ、やっぱり。はい、でその、それは微分で、で逆は積分で。はい、そういうふうにこの瞬間瞬間で累積効果なり、<お>瞬間の速度なり、そういうことをやるっていう数学操作が微分積分っていうんですけど、はいはい、それをもちろん開発しないと解けないわけ、はい わけですよ。はいはいはい。で、それを開発したのが、えっと、ライプニッツとニュートンです。ニュートン自分でこれ解くために自分でやったんですよ。微分積分ってライ,ライプニッツというニュートンさんが作ったんですかそうです<ー>で。ニュートンは、あの、俺の方が早いと。うん <laughs> え、ねうん、とまあほぼ同時です当時はそのネ,ットネットがあるわけもなしうん、うん、お互い独立にそれ考えているので、うん、もうやっぱり定説として、うん、お互いどちらをどちらを盗んだってことはなく 2>,、うん、2人とも別のルートでもって同じようなこう<え>テクニックに達したっていうのはほぼ間違いない。分分へな,なんで微分積分が MA=F に必要なんですょか、ねまあ、摩擦の時は一定な気がしますけどね。 まあでも A を、例えば F が変わってったとしますよね。はい。違う、違う。ああ、なるほど。だから A っていうのは加速度ですけど、今度。加速度が時間に通してどうなるかって言ったら、はいはい。それに応じて速度どうかるこれ積分ですから。はで、速度もこうだったら、距離がどういうふうに、まあ、変わっていくかっていうのは、それ積分ですから。もう、ちょいな。事実上微積分です。いや、一気に学びましたね。でもまだニュートンの、そっか、ニュートンの第一代二第三かそうなんです。まだ、で、まあ、せっかくなので、えっと、 まだちょっとあるという。まだありますよ。で、ニュートン。古学の中のニュートン力学ですね、今はね。そうそうただ、まあもうここまでいくと結構、その第一部はほぼ、あの、できて,いて、い<う>第一部はその19世紀までの話をしようって言ってたんですけど、はい、こう、えっと、この絵は何なんだえっと、こう、時間がこうなって、ここは19世紀で、はい、えっと、18世紀で、17世紀でとかで、今ここら辺の話してるんですけど、はい、その、 で、最後はここで話すするのは、要するに F として、重力以外に、もう一個非常に大きな発見がここらであって、それは電磁気っていう、電気とか磁気の力なんですけど。磁石そうですね磁。はい、磁石があった。磁石も F を与えますよね。引き合う。N があって S、はい、<S, S があると引き合うんですよ。だから重力以外にも世の中には力っていうのがあるんです まあ、あと電気っていう、プラスと実はマイナスっていうのは引き合うんですけど。で、プラスとプラス電気って違うんでしたっけ違います、違います。まあ、でもすごく関係してますけど、実はものすごく関係してるんですけど、まあ、一応違うんですけど。で、そう、プラスとプラス、マイナス、マイナスはっていうことが、はっきりしてきたのがここら辺で。で、あとはそれを話すだけなんですけど、そこに行く前にニュートンの、あの、ことで一個。まあ、これは物理という逸話で、よくニュートンの、こう、面白い、リンゴ りんごが落ちるの。あれね、意味不明なんですよ。えよく言われるのは、まあもちろん逸話だから、逸話っていうのは、本当にあったかっていうのはもちろん微妙です。もうしょっぱなからして、ピザのシャトーなりなんなり。でもまああったとするじゃないですか、実際りんご。あったとしても、よくこういうふうに逸話を紹介している、なんかこう、まあ電気っていうか、とかあるんですけど、りんごが木から落ちるのを見て、ニュートンさんが。 ニュートンちょっと結構正確になかったらしいんですけど、ニュートンがこう見て、これひらめいたと。おニュートンが MA イコール F であると。っていう逸話。ほそんな意味なくない逸話としても。だって、え、だってリンゴ意味ないですよね。逸話と逸話が本当だったかどうかはまた別として、本当だったとしたってこの逸話は何のななんでリンゴ見たらひらめくんだよみたいな。なんか下から力が働いてるというのはわかりそうですよね。 あーううね、引っ張られているぐらいの重力があるっていうのはなるほどね。そういう。うん、でもまあ、逸話としても多分正しくなくて、うんうん、正しい逸話は、彼は何を考えてたかっていうと、なぜリンゴは落ちるのに、うん、月は落ちないんだろう。あそれが彼の疑問だった。なんか対比するもんがないと分かんないのか,そうそうそうか。それが彼の疑問だったんですよ。はい、なぜリンゴは落ちるのに、地面に。うんうん、月はなんで落ちてこないんだろうと。ほ、は、う、あ、っていうのが彼の。 出発って。それは本当なんですかああ、まあでもわかんないです。逸話として言われてる。正しいとしたらそうだろうと。で、それの答えはもちろんさっきの MA コレフです。なぜなら、ガリ、あと、プラスガリレイです。要するに、彼の答えは、月も落ちているが答えです。え月も落ちてるそう。だから逸話、疑問点は、なんでリング落ちんのに、 月落ちないと。同じっぽいじゃないですか、別に。距離は違うけど、大きさも違うけど、そう上にあって、だって全然落ちてこない。はいはい。っていうのが疑問で、答えは、あ、違うと。月も落ちている。っていうのが答えです。で、それどういうことかっていうと、さっき、それでメイコレフに言ったのが、見つけたっていうのが、逸話です。正しい。逸話として。例えば太陽があって、地球があるじゃないですか。はい。もう書けないからもいいですけど、地球があって。で、まあ、こう回ってるとしますよね。で、月ってさらにその周りを回ってるわけですけど、 えっと月月でガリレーの話を信じ,、うん、じるというかガリレーの話があるので、うん、もし月が地球に、まあ、落ちるっていうのは引っ張られることですよね地球があって、うん、まあリンゴはもちろん彼の重力理論によって万有飲料というものとものが必要があったら必ず引き合うんだと。はい、でだからリンゴがあったらリンゴは地球に引っ張られてこう、うん。 落ちてるんだろうと。で、で、さっきの作用、反作用を考えると、実は地球もリンゴに引っ張られてるんですけどね。はいはい。同じ F で。同じところが M がはるかに違うから、地球の方はほぼ動かない動言ってるだけで。で、まあそういう理論を彼は作るわけですけど。で、っていうことは、これ今当てはまるはずなんですよ。で、それどういうことかって、実際当てはまってて、もし月が地球に向かって落ちてなかったら、すなわち地球に向かって引っ張られてなかったら、月は等速運動をするはずなんですよ。 だからすっっんででちゃうはずなよ地球の周り回るはずないんですよ。だけど地球に向かって落ちてるからこっち向きに力が働いてるから本来すっ飛んでっちゃうはずなのに加速こっち向きに加速して速度を変えて地球に向かって落ちて次の位置がここになるわけですよ。ででもそのままで力がなかったらこっちにすっ飛んでいくはずなのに落ちてるからまた こうすっとばずにこっちに来てで、それの繰り返しで回ってるっていう。なるほど。だから月が地球に向かって落ちてるからあそこに続けるんだって、落ちてなければすっんでっちゃうはずなんです。はいはいはい。で、そのどれだけ落ちるかっていう式、その地球、はいうん、月が地球に向かってどれだけ落ちるかっていう式と、はいうん、リンゴが地球に向かってどれだけ落ちるかっていう式が、全く同じだったっていうのが彼の結論です。だから全く同じ法則で世の中天上界も地球上場も全部が動いてるっていうのを。うん、そういうことか。そうです。月は回ってるから落ちてんだと。そうん うん落ちてこないって思うんだけど違うんです落ちてるからその落ちるってことは力が働くってことなんですけどその式が全くリンゴが落ちる式と同じだったでこうんか例えば地球があったら地球の質量と M 地球とリンゴの場合だったら M りんのを掛け算してあとは距離での2乗で割るんですけどねこれだけの力が働くんですよ。ちょっと かける、この、なんか、数字があるんですけど、うん、だから、距離が倍になると、働く力は4分の1。はい、1> で、距離が3倍になると、働く力は9分の1。はい、1> だから、むっちゃくちゃ、アンドロメダ銀河とかすごい必要あるのに、ほとんど感じないじゃないですか。はい、アンドロメダに落ちちゃうってならないじゃないですか。はい、それ、こいつがバカでかいから、はい、<ー>はいはい、はい、力が非常にちっちゃいんですけど、うん、この式を、リンゴが地球に落ちるのは、まさしくこの式、F を、これぶち込んでやって、MA これにぶち込んでやれば、完璧にこう、トラジェクトリというか、 どう落ちるか計算できて、月の場合はこれを月に置き換えるわけです。そうするとどれだけの力働いてるからどういうふうな動きをするか分かって、その結果解いてやると回るんです。回ると。そういうことか。で、だから全く同じだったんだと。で、それまでの常識は地上のものは地上のルールに、天上界の星とかは神様のルールにっていうのが常識だったので、そういう意味でこれ、まあ僕らはそれで驚きうーんなるほどぐらいですけど、 ものすごい衝撃的な音でマジか同じだったのか天上界ですよ。神様が扱っているような星だとか月だとかと、こいつ落としたらどうなりますかみたいのが、全く同じ法則だったほう。っていうのが。めっちゃ大発見です。そうです。それがだから、まあ、ポイントですよね。テクニカルにはあの3法則ですけど。はいはいはい。ですけど、それの、まあ、哲学的なというか、インパクトとしては、もう自然界全部これ決まってると。 天は神様とか、うん、地上はなんとかとか運命とか、<う>以上です。うん、っていうのが革命です。ニュートンはこれ聞くとめっちゃ教会からいじめられそうですけどいじめられたんですか、やっぱり。でも彼の場合時にはもうすでに戦いが終わっていたわけですよ。ガリレイよりはい、はい、1世代下なってしまし。で、まあ、コペルニクスなりが頑張って、はい、ニュートンは逆にものすごい権力者になったんですよ。 権力者になった。その後、学会でももちろん超絶な権力者だし、確か貨幣を発行するところ責任者になったりして、もう政府かなんかにもものすごい力があって。こいつすげえみたいな。そう。で、ライプニッツが、こう、微分責務をやったってことやったら、いやいやいや、俺が全部やなあいつのなんかクソだって言って。嫌なやつなだそうそうそう。ライプニッツが亡くなった時も、うん、やっと死んだかみたいな、なんかそういうやつだったっていうのは、あの、いろいろ記録残ってるので、彼はあんまりいじめられてないと思います。いじめられてない逆だと思います。権力者になんでそうそうそう。へー。アイザック・ニュー とん、さあ、あ、今日ですからね、今日って、アイザックニュートン、今日、あの、さあ、あ、今日、え、ははは、あの、貴族。まこの業績で貴族なってるわけですから。すげえの、で、それができて、で、力の中に、もうちょっと時代下ると、で電磁気っていうのは、時期があって。それで、ほ、とんど古典力学ですかも。あの、相対性理論を除けば。相対性理論以前の。古典力学です。えなんか今、さっきちょっと調べたら、古典物理学に古典力学。 がって、その後古典は理論っていうんですか？あ、まあそうですね。それは、ね、電磁気とかでしてくるんですけど、ね、そこもちょっとできれば、まあどんぐらいですかね？十分、ぐらい、ね、あ,あと十分ぐらいで、マドンナさん、はい、じゃ十。うん なぜ、なぜその、まあ、あばーまで行かないです。ちょっと電磁気言うと、なんで電磁気重要なのあとなんか熱力学もあるって書いてあるからそうです。あります、あります。ただ、うん、そう、だから、全部といつ、一言ずつでした、一言ずつね。全部といつ、全部は言ってないかもしれないんですけど。<laughs> あとカオス理論もあるって書いてました。まあ、それはでもまあ、ほっあの,あの、ニュートンとかの力学の性質のうちの一人。性質の。それのいい もっと細かい話なので。ちょっ理論と熱力学系5分ずつお願いしていいですか、まあ、そうですね。まあ、皆さん、理論はちょっとまたちょっと難しいですけど、はい、でもま、ちょっと電磁気に行きます、ね。電磁でなぜ電磁気言うかっていうと、まあ、はい、あと答え言っちゃうと、電磁気を調べることで相対性理論が分かってきたので、その不利になるわですね大事。そうです。はい、完璧に不りになるので。はい、で、それさっき言った力がいろいろ必要だっていうのがあるじゃないですか。はいはい なんかちょっと熱意技がちょっと省略しちゃうかもしれないです、今回は。あまりにも電池が大事なの。ですその電気と磁気みたいのがあることが分かって、まず電、電気ってものがあるってことが分かって、電化っていうプラスの電、プラスに電気を帯びてるみたいな。はい。性質は M 以外にも、そうもう、電化っていう、チャージ。チャージって言うんですけど、はい。だから静電気みたいに。なんか物っていうのは、その、そう、重さだけじゃなくて、なんかこう電気っていう性質を帯びることができて、原理的には。はい。で、それがプラスとマイナスと両方があって、で、同じ同士だとこう反発するんですよね。 でだからマイナスマイナスだったら反発する。はい、でプラスとマイナスは引き合うんですけど。引き合う。で似たようなものとして磁期っていうのが、はい、で、このそれは N と S っていうんですけどプラスマイナスじゃなくてまあでも似てて両方があって、うん、で N と S は引き合ってやっぱり。 で、n と n をこうくっつけていくると逆に反発する。はスベースを反発すると。だから非常に似てるんですけど。で実際似てるところじゃなくてお互いに密接に関係してることが分かってくるんですけど、はい、まあもともとはまあ別のものとして見つかって。はい、で、まあこれはだからさっきのニュートンの式の重力の式は、はい、 どうかっていうと、二つのものがあったときに、重さ、こいつが、ちょっともう M1 とか書くと、もう数字書くとなんか嫌なんですけど、式っぽくなって、でも言ってることは、要するに必要が二つあるとそ、それに比例して、掛け算なんですけど、で、距離が、こう。 R だととすると、はい、距離の2乗というか距離が2倍になると4分の1の力距離が3倍になると9分の1の力、はい、1> 距離が4倍になると四肢16分の1の力で,、はい、で重さが2倍になると力も2倍になって、はい、こっちの重さが5倍になると5倍になって、はい、でこっちの重さが5倍こっちが2倍になると10倍になってみたいなこういう式がある非常に似てる式で、はい、この電気の力っていうのは例えばこっちがこう。 M じゃなくて今度 Q とか言うんですけど、Q、はい、で、ね、電気の大きさが Q1 と Q2 だとすると、はい、その力はやっぱり距離が R だとすると、2倍離れると4分の1になって、はい、遠くの電気はあんまり関係ない5倍離れたら25分、5個25分の1になって、うん、で、でその電荷の大きさに比例してみたいな力が働くってことが分かる。非常に似てる式だってことが分かっんですけど、はい、で、このじゃ場の理論ってどうなのかっていう、で、これ引き合うと思ったんですけど、うんうん、実は、 あの直接こういう力がお起こってるんじゃなくて、はい、ある意味プラスっていう電気があると、はい、確かにマイナス置くとこっちに光で引っ張られていくんですけどはい、はい、起こってるのはこうプラスっていうのはこの電波っていうなんかこうこんな模式的に書くとこんなプラスのやつってこう何かを出してるんですよ。ババッッテテなんですかバッテえーっとこういうなんか出してるものがあると考える考え方のことです。 出してるものがあるって考えた場という。そう。で、この出してるものを場って言うんですけど。はいはいはい。英語で何ですかフィールドです。フィールド。はいはいはい。で、 こう、なんか、プラスって実はこう出していて、なんでマイナスが引き寄せられるかっていうと、この出してる、マイナスをここに置くと、こう、この線、線があるっていうことで、線方向に動いちゃうっていう感じなんですよ。だから、実は直接こう、離れたところでやってるんじゃなくて、プラスがあると、こう、こう、ハリネズミみたいに、俺はプラスだっていう、プラス光線を出してて、で、他のプラスがあると、このプラス光線があると、プラス光線の方向にこう動いちゃうんですよ。っていう風にして、 か、書くことができるっていうことが。で、よくこれを、あの、可視化しようと思うと、磁石の N と S みたいのやって、うん、砂鉄をばらまくとこうなんか。うんうん、はい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 。なんかこんな絵見たことあるかもしれない。砂鉄をシャ,シャーシャーシャーってやったら磁石模様になるみたいな。そうそうそう。これが、これがばを可視化したやつです。はい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 。N から出て、S にこう、入ってくる。はい,はいはい。で、プラスは出してて、マイナス電気の場合マイナスは9、あの、こう、俺はマイナスだぜって、負の。 感じのオーラを出して,て、はいで、プラスの場合はウェーイって感じでプラスのオーラを出してるっていうでこういう場というふうに考えるっていうのをやって、はい、これがその1 8中9世紀あたりにこういう考え方をやっていたのがファラデーっていう人とかファラデーっていうファラデー、はいでまあ、もう本当の革命者ですね<ー>あのプロの科学者ではないかったかっていう。 ないところ、技術者がなんかったんじゃないですかね。かはい、で、とか、マックセルっていう人が最終的に、マックル。えー、電磁気学をこう完成させるんですけど、はい、そうするとこういう、あの、プラスとマイナスを引き合うんだけど、はい、引き合うって考えてもいいけど、本当はプラスがその周りを歪めてある意味、うん、で、その歪みが伝わってるからプラスがあると、うん、こっちに動いちゃう <laughs> はい。で、こう、プラスが歪めてる影響をマイナスの方を反対に感じるから、うん、こう、引き寄せられていっちゃうはい。っていう力が世の中にあるっていうことが、はい。 できたっていうのは十九世紀でこれを電磁気学と、うん、電気と磁気両方あるっていうふうにう分かったと。そう,そう、で電磁気、で磁気も似てて、うん、N とか S があるとこう、これは磁場って言うんですけど、磁石の場。え、電気のプラスとプラスってこうくっつけると熱持っちゃうって感じでしたっけ？えっとまあ基本的にこれは反発するだけで、はい、ええ、反反発するだけ反発するだけ、ええ。で、今ちょっと熱力学全部省略しちゃってるので、はい、<laughs> あの。 でこっちの電気が作る場のことを電場と言ってはい、はい、でえっと自家っていうか円とか S が作るのを磁場といいます。はい、でこれがどういうふうになるかどれだけの電気を置いたらどれだけ磁、はい、電場ができるかとかどれだけの磁石が置いたらどういう形で磁場ができるかとか、はい、そういうことを完成させていったのがあの電磁気学と言われてるやつでそれが19世紀の電磁気学。 電気と磁気と統一的に扱えるんですけど電磁気学っていうのがあってこれがだからまあいわゆる相対性以前の古典力学の完成重力はもちろんもうあったのでニュートンの時代に重力と電磁気力でもってでまあこれの最後の大物はニュートンですよね。でこのそれに対応するようないろんな人は貢献したんですけどニュートンに対応するような最後の一番大きいところ持ってっちゃいないですけど最終的に非常に綺麗にまとめたのがマックスウェルって人です。 これはあの、大学1、2年生が結構苦労する。マクセル、ニュートン方程式、さっきの MA イコールに対応するのが、マクセル方程式っていうのがあって、電気と磁気のこうどういうふうに形が動くかとか全部まとめた式で、4本の式みたいな。見るだけですけね。本当はですね、一本にまとめられるんですけど、 こういう書き方すると、ちょっと忘れちゃう。僕ら全部省略して1とかにしちゃうんで。はいはい。なんか基本的にはこんな感じの。え、何語っすかそれえ、え B イコーう説明しません。ダメ。え、急に、呪文みたいな字だ。DT イコールロかな。だからちょっと結構学ばなきゃいけなくて、大学1、2年生が、うマクセロでいいやとかなんか言うんですけど、本当は簡単なんですけどね。ここはここでやらない。 高校でこの式はやらないですところが電磁気学のその基本的な振る舞い、うん、これの式の振る舞いはやりますでそれはどういう こういう式自体は。で、こういう式をなんか見たいじゃないですか。はい、見たいです。と思って本とかにこう書くわけですよ。そんなもん誰もわかるはずのない式を。はい。式を見せるためだけに。はい。そうするとこう Amazon レビューとかで、式が出てると。全くわかる。星1とか言うんすよ。これね、結構物ハの剣なんですよ。そうね。知られるとやっぱ犬がね。出てるってこんなもんわかってほしく出してるわけじゃなくて、あの、T シャツのプリントとして出してるんだけど。雰囲気としてね。そう。だけどそれによって星が1になってしまう。 あったりするのでるそのうちのこの式の内容の何を高校ではやるかっていうと、うん、分かってきたことはこの電気と磁気って密接に関係していてうん、うん、実は磁石を例えば動かす、うん、磁石を動かすと、うん、こさっきの電気のこの電波ができるんですよ。はいはい、でそれはめちゃくちゃいろんなところで使ってて、はい、発電です。発電は全部それです基本的にほう 単に、ま、ま、すげえ単純化していっちゃうと、例えば水車があって、はい。ま、ええ、減ったくさなんで、こう、水がばーっ流れてて、で、ここに磁石をつけて、はい。で、水がばーって流れるから、回るじゃないですか。そ磁石動くじゃないですか。はい。で、そうすると電気ができるんです。これで発電してるだけです。あ、そうなのそうです。あれ、巨大な電、磁石入ってるでしょいや、磁石とかにつけて、ま、磁石が動くと、はい。電気ができるっていうのはさっきの方で。だけど、ば、ばのなんかができるんですよ。そう、電気の場の方ができるそれが電気なのかそうです。 で、これをやるのに水じゃなくてタービン燃やして、動かすと火力発電って言ってるだけです。はいはいはい。で、それをこれを動かすのに、原子力使ったのを原子力発電って言ってるだけです。要するに人間が使ってメカニズムは磁石を動かすってことだけです。磁石を動かすと電気ができる。そ以上、それを使ってるだけです。磁石をこうやって振り回すと電気できるんですかできます。それやってるだけなんですかそれやってるだけです。 めっちゃわかりやすいですね。あ、だから電車もそうです。あ、電車じゃない、自転車もそうです。ウィーンってこいでるときに、あれは結局、あの、ホイール、車輪のところに電気がついてるから、あ、磁石がついてるから、グイーンって自分の力で持って、そうて電気夜つくじゃないですか。あれ、あれも同じですし、全部同じ。とにかくこれしかメカニズム知らないので、要するに磁石動くと電気ができるっていう以上です。あ、そういうことなんだね。で、それがあの式のうちの1本がその効果。さっきの呪文のうちの1本の1本が楽しみです。 で、高校ではここら辺まで,でここら辺はやります。で、あともう一個は逆もあって、うんうん、実は電気が動くと磁石、うん、磁気ができます。電気が動くと磁石ができてくる。で、それは、あの、こういう実験とかをやります。例えばこう、コイルがあるじゃないですか。 で、コイルに電流を流すんですよね。こう、電池くっつけて。うん、はい。で、電流を流すってことは、実は電子、すなわち電荷電子でマイナスの電、はい、電気を持ってるんですけど、はいはい、それがこう流れて、要するに動いてるってことで、うん、こう電気が今度動いてるわけじゃないですか。はい。そうすると、なぜかこれが磁石になります。はい。で、これを棒磁石とあ電磁石と言うんですけど。あったな、それそ。だからこれを、あの、電気を流すと、要するに電化が動いているので、磁石になって、はい。はい、で、実際、あの、クリップとかくっつくわけですよ。パッ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 あれ、これでしたっけ あ、そうです、そうです。これ、どっちが左手でしたっけ忘れました。あれですよね。こっちが N だったそうでその話です。要するに、こうやって電気を流すと、どっちかが N になって、忘れちゃいまして、こういうのをまで、できますってことです。で、これ電気を取ると、電池を外すと、この電気動くな、動くなるので、磁石、磁力も消えて、さっきまでくっついてるクリップがくっつかなくなるっていう。まあ、それを電磁石っていう。 電気でるある。で、それはまた別の式ですけど、要するに電気が動くと磁石になって、磁石が動くと電波ができるんです。関係してたんです。そう同じ、同じようなっていうか関係してたんですで。で、それが完成したのが電磁気学で、はい、なんでこれを最後に話したかっていうと、はい、単に F の例のもう一つ足しただけじゃねえかじゃなくて、はい 最後これ、次回につながるのでうん、うん、で、こういうのを完成させたのはマックスなんですけど、この現象をまとめ上げて、全部あの式さえ解いてやら全部これがわかるぞと、はい。はい、で、それを解いてやったら、こういう意味不明な解が出てきました。ほ<う>え電気が動くと磁石が、磁場ができるじゃないですか。うんはい、で磁場ができるってことは磁場が変わってるってことなんですね。元々なかった磁場が増えたっていうするわけだから。はいはい、で、そうすると、磁場ができるってことは磁場が動くから、はい、そうするとそれをもとに電場ができます。はい ということは電波ができると電波が変わるってことだからそれを元にまた磁場ができますで、そうするとその磁場が元に電波ができます電波磁場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 ビヨヨ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 っていう波電波が磁場磁場が電波電波が磁場が電波っていう答えがあってこれ電磁波って言うんですけど これ電磁波です。そうこれが電磁波です。あ、このビューヨンが電磁波そうです。あれを見つやったら、解いたら、こんなものがあったんですよ。で、これ何やねんと。もちろん電磁波は知らないですから、当時。で、これをよく、そのスピードとかを計算できるんですけど、測ってやると、どうも光の正体がこれだってことは。えぇちょっと一発飛んだって僕らが光だと思ってるっていうのは、実際こう伝わってくるわけです。で、光が来ると、目に、 例えば当たったりして、しうん、そう電気を揺らしたりする。まあ、はい、それを電気信号として脳が解析してるだけなんですけど、はい、要するにこれ電波と磁場の波だったんですよ、光って。だから,そうだから電気になると電波と磁場なんだから電気を揺らすわけです。はい、目の中の電子とかを揺らして。はいでまあ まあ当時まだ電子はか、はっきり分かってないんですけど、はいはい、要するに光の性質と全く同じ性質だってことがこの分かる。この BAO、UM、の電磁波調べたら、光の性質と同じだったんですか何が一緒だったんですかで、スピードも一緒ですし。スピードも一緒だしそうで。スピードもそれまで無限のスピードだと思ってたんですけど、うん、光のスピードが測れるようになってきて、うん、で実はこのマクセの方程式から計算されるスピードとぴったり一致します。うん、で、そのスピードって大体秒速、えー、と30万 km ぐらいなんですけど、はい っていう,ふうに計算できててき、はい、でその電磁波っていうのはこう波なので、うんうん、こういう波とか、はい、こういう波とか、はい、こういう波とか波長っていういろんな性質なんですけど、はいはい、実は人間が光と思ってるのはその波長がここからここの範囲のもの、うん、見える電磁波が光そうで,すでそれ可視光線っていうんですけどうで、まあ、それをこう波長を逆にこうちょっと。 書いてやると、はい、まあ波長ってこれ1個の長さなんですけどここからここまでが人間の目で見えるの可視光線とか言うんですけど可視光線って、うん、でその波長はちょっと違うのは僕らは違う色として捉えるので、はい、脳みそは。っい赤ぽ 色に見えて、はい、でこっちの波長がこう短い方は紫っぽいとか青っぽいような色として見えるはいすはい,、はい。でそうすると動物とかによってちょっとずれてたりするから、はい、だから人間が見えないものを見えてたり、はい、まあするんですけど、まあ、でも大体生物って同じような範囲のところで。 でも実はそれ以外の電磁波ってあって、単に。で、この、こっちより紫よりはる、もっと波長が短い。波長が短い方がエネルギー高いんですけど、こっちの方がエネルギー高いんですね。はい、なぜなら波長が短いっていうのはもっとこう、密で、そうです。で、実際強いんです。うんうん、エネルギー高いんですけど、はい、その紫,外はは紫より、こっちの領域は紫外線っていう、紫外線前聞いたことあると思うんですけど、紫より、はい、外っていう意味で紫外線なんですけど、はい、エネルギー高いんで、皮膚とかに当たるとダメージを与える。 日焼けさせたりできるんですけど。もっと高いところを X 線と言って。紫外線の外が X 線なのそうです。さらにエネルギー高いの X 線。だからエネルギー高いので通過しちゃうわけです。骨とかわるバンバン通過しちゃうので、まあ、レントゲンっていう、まあ、医療の機器に使ったりするんですけど。要するに人間が単に便宜上名前つけてるわけです。で、それよりさらにエネルギー高いというか、波長短い方に行くと、ガンマ線っていう。ガンマ線。で、これはいわゆる放射能と言われてるものの一部。これが放射能だ。放射能の一部です。放射能っていろんな、 実は原発,原発とかいろいろ出てる放射能っていろんな種類があって、はい、アルファ線ガンマ線、ベータ線ガンマ線。はい、そのうちの一個が、この、放エネルギーもじゃあ光なんだ。のうちのガンマ線は単にエネルギーの高い電池なんです。へー。エネルギーの高いものを全部放射線って言ってるわけです。人間に、はい、体に悪いの。エネルギーの高いものを体に悪いから放射線って言ってるだけで、えー、そうで、えー、まあ、まあ、ある意味。はい,はいはい。で、実は、まあ、あの、他にベータ線とかあるんですけど、はい、あの放射線のうちの一部には。はい、で、ベータ線っていうのは単にエネルギーの超高い電子のです。 ね、超高い電子。電子のことですね。ほほほだから放射線ってものがあるわけじゃなくて、要するにエネルギーが高くないとやっぱ悪いわけですよ、体に。そんな、どんどすごいものぶつかってくるわけなんかダメージがあるわけですよね。そうそうそう。で、それはまあこっち側の線で、逆にこの赤より弱いっていうか、エネルギー低い方は、まあ赤外線というふうに言われてて、赤の外側だから。はい。エネルギー弱いので、皮膚に当たっても、日焼けとか、 日焼けて化学反応です。化学反応なので、それを起こすことはできなくて、例えば当たっても分子をちょっと揺らすぐらいなんですね。分子の揺れっていうのは僕、温度の音なので、要するに物を温めたりするぐらいしかできない。それよりさらに弱い方は電波って言われてて。そっちは電波そう。単に名前つけてるだけなんですけど、そうするとはるかにエネルギー弱いので、人間に当たったりしても何の影響もないので、だからリモコンに使ったり、ラジオに使ったりしてるのがテレビに使ったり。 遠石外線の間ぐらいですかまあまあそうですね、ここら辺。ええ、ここら辺。まあそれ、どれらいの名前なので、名前なので単に細かく分けて、もっと分ける人もいますけど。え、面白い。あ、そっか、これなんかそうやればそういうことか。単にそれ、同じものです。単に、電波磁場、電波磁じゃあ電波も、テレビ、東京タじゃないか、今、スカイツリーから出てる電波も、まあ、放射能も、全部、光っちゃ光。電流っゃ電電流っちゃ電子電流 まあだから我々が光・光っている日曜に言ってるのは電磁波のうちの見える部分を光,光・光っている。わけです、ね、で性質は同じだったと。あまって同じですね。まあまあまあ、まあ、あの波長は違うので、もちろんどれだけダメージを与えるかとかいう性質は違いますけど、もの、はい、として同じものです。で、それは正体ひもとくと、電気と磁場の微妙の繰り返しだったっ電波、磁場、電波、磁場、電波、磁場電波だでで、電波磁、電波いと、電波、電場電波、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 電場電波、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 電、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 は電、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  で、ところが、まあ、これですごいじゃないですか。光の正体まで分かっちゃったと。確かにものすごい。これで、だから、完成かなみたいに思ったけど、19世紀で、こう、ある種、物理学完成、物理学完成みたいなこと言ってた人もいるんですけど、実は先ほどまでの話を覚えていらっしゃる方がいれば、うって思うはずで、時速が計算できるんですよ。秒速30万キロ。はい。光誰から見た だって、等速で動いてるのは、みんな止まってるって言っていいはずだったわけです。ニュートン様言ってましたね。そう。だから、例えば、車は時速50キロって言うけど、本当かいとだって、地球自転してますから、地球自転、時速50キロとかの話じゃないですから、ものすごい速いので、本当は車ってめっちゃ速いわけですよ。はい。で、秒速、なんか時速、例えば、わかんないけど、3000キロとかの数字が適当ですけど、はい。でも、本当にそのスピードかっていうと、その地球自体が太陽の周り好転してるわけです。はい。で、それは時転速度よりはさらに速いわけです。はい。 だ実は車はもっと速いんですよ。じ、じ、じ、時速何万、何万キロで動いてる。はいはいはい。いやいや、そんなことない。実は太陽系も銀河の中心の周りをも,もっと速く動いてるから。うん、はいはい。っていうと、車の速度はないやねんって。はい。そうですね。だから、な、なんですかいや、だから、 ガリエのことは意味がないですよ。何に対して何キロかっていうことをしたら意味がないと。で、はい、僕らが車が時速50キロって言ってるってことは、うん、暗の暗黙のうちに地面に対して1時間あたり50キロずれますいう、うん、すますと言ってるだけであって、はい、で、それは太陽に対してって言えばそれもっと速い速度だし、いいねうん、そうだからそういうた、まあそういう意味です。はい、だから、あの、絶対的な速度って概念は単に存在しないので、はい で、言ってるのは言って構わなくて、単に暗黙のうちに何かに対してを単に省略してるだけで、別に問題はないですよね。はい、省略してるだけで。はい、ところがですね、うん、マックス・ウェル方程式を解くと、うん、この電磁波のスピードが出ちゃうんですよ。はい、誰に対してっていう情報を入れてないんですよ。方程式の答えとして出ちゃうんですよ。はい。これ誰に対してのスピードなの、はい、ほう。さそっか、誰に対してのスピードなんだ っていうのを情報を入れてないんですよ。マックスル方程式っていうのは、そのさっき電、電気と磁気の性質を調べて作った方程式と、それを解いてみると、はい、このスピードですっていう風に出ちゃうんですよ。はい。それおかしいなと。いでもだって誰に対してなんですかね。誰に対してなのこれ。秒速30万キロだったら、はい。僕が秒速20万キロで動いてたら、秒速10万キロに見えないんですかだってほとんど。でも方程式は30といいです。はい、必ず、なんかトップとか30万キロなんです。ほう。 毎回そううなっちゃ誰に対して情報入れてないですから解いたらこうなるほうえっ、ー、<laughs> っていうのが19世紀の状態ですおかしいかなっていうところまでいってでで、まあ、これに気づいた人自体もあんまりなかったんですけどほ<う>そのしばらくたってたってからほう、まあ、これ正体嬉しいねって言うけどさ、うん、よく考えてみたらガリレーと矛盾しているように見えるわけですよ自分がいるけど そっか、誰に対しての30、そうですね。それが不明だよね、と。うん。そこが相対してるような感じになつなが、につながります。いやー、いい振りでしたね。で、これ第2回。そう。で、あの、普通の人が思ったのは、やっぱり宇宙に対しての速度っていうのがあったんじゃねえかと。宇宙ってものがあって、これは宇宙に対して30万キロって言ってるんだと。まさしく最初に戻る。はい。で、そう思えば、まあ、宇宙っても実はあって、 実はダッタリレーは嘘でしたという話になるわけですよね。<あ>そうそう。そう,そう、区別がついちゃう。宇宙に対してあるから。うん、だから、そのと、どっち。 その、どっちにとっても同じだじゃねえんじゃないかと、ね。かそ,そうです。だから、これが秒速30万に見える人が止まってて、はい、それに対して秒速20万で動いてれば、この人にとっては光が10万に見えるはずで、そうすると、等速で動いてても、こいつは等価だと主張できないわけです。マックスのごと使えないわけですから。使ったら30万になっちゃうのに、はいこの、それに対して20で動いてる人にとっては、光が10に見える。じゃないかと。はいはい、で、動いてる方向には10に見えるし、逆側には、えっと、50に見えるわけですよね。 で、そう、そしたらマクセル方程式の結果と違うわけだから、うん、そういう人はマクセル方程式使えないので、うん、お互いに闘争に動いてても実はみんな10日だねって言ってたのは嘘で、この光が30万キロメートル毎秒に見える人がやっぱり止まってるやつで、そいつに対して動いてるやつは実は止まってないということが言えるんじゃないかというのが、当時の物理学者の最初のリアクション。ガリレオが嘘ついてたんちゃうかと。そう,そうそうそう。<laughs> で、これはまだ説明しないですけど、アインシュタインが言ったのは違うと。方程式が誰から見ても30万キロって言うんだから。そうだろと。誰から見ても30万キロだと。はい。してみたら、どうでしょうっていう理論を作ってみたのが、相対性理論か。面白いなそれで次回続くと。はい。続きます。端的に教えてもらっていいですかはい。え、今日出てきた力が3つあって、え、その重力、うー、電、電気。うん。 えー、時,時期があります、うんここ。ここ、力って何なんでしょうか、そもそも。それは、あの、加速を生じさせるものを力と言いましょう。としか、この。定義してないか、えー、しないですね。加速を生じさせるもので。加速っていうのは何かっていうと、うん、その、等価なシステムからのズレ。等価なシステムからのズレ。そう、加速しちまったと。1との間ですねそう。加速しちまったっていうと、ガリレーの、俺止まってるぜが言えなくなる。から、加速をする。で、その、加速を生じさせるものの正体は、 この後どっかの物理学出てくるんですか第一、第二、第三、第四章も。そうですね。でも力っていうのはそういうものだとまず言うじゃないですか。うん、でそういうものが自然界にあつかしないかあると。そういうものがあって、はい、その、等速からずらすというものがあると。るで、それは何なんですかっていうときに、これ実は結構物理学とか重要でまた戻ってこれるかもしれないですけど、はいはい、こう、なぜ A は B なんですかなぜ力はあるんですかとかで問いって、はい、実は物理学って問うの、あの、 回答すするのを諦めめたたというかやめたんです例えば「なぜ A は B なんですか?」っていう問いがあるじゃないですか。はい、力というものはあるんですけど、なぜ力はあるんですかと。はいはい、で、なぜ A は B なんですかと。うん、この「なぜ」っていう問いはあ危なくて、なぜ A は B なのいや、それは C が D だからですと。答えたように思うじゃないですか。はい、でも、いや、なんで C が D なんですか、うん、いや、それは E が F だからです。うん、いやいや、なんで E は F なの、うん いや、それは G が H だから。いや、だから、なんで G が H なんだよ。はい、意味ないので、これ全部やめましょうっていうのがサイエンスで。あるよねみたいな。そう、そうです。だから。力あるよねみたいな。で、同じ原子を。あったよねみたいなそ。それで、それを認めれば、全てが計算できるわけです。うん、で、で、しかももう、 例えば、ある、こう、天体の動きを説明するときに、さっき言ったプトレマイをスして,て10個とか20個とものすごいルールがあるわけです。はい、同じことを説明するときに、一発のルール MA、MA イコール F だけで説明できたら、はい、こっちの理論よりこっちの方が優れていると。うん、だって1個でいいんですから、これさえ覚えれば全部あと計算で出るんだと言ってるわけですから。はいはい、でもじゃあ、例えば1個までなっちゃったときに、なんで MA が F なんだって。うん、そうするとこれにはまっちゃうわけです。はい、だからもうそこに行ったらやめましょうっていうのが、うん、 あ、それが物理学の考え方そう,そう、サイエンス全般の考え方です。要するに同じ実験データを説明するのに、より少ない仮説でいけた方がより素晴らしい理論なんだけど、はい、その仮説をじゃあゼロにできるかってできないわけです。やっぱり何かを仮定しなきゃ。 進ま,ない進まないというか,置かないわけ動かないわけなので、うん、そこがある意味ちょっと数学と違うところなんですけど,ど原理なりそれは自然界を調べてだからやっぱり自然科学なんですよ自然界を調べて自然を観察するとこ始まるんそうですで人間がそれから学んで、うんはい、それをなぜかっていうのが人間だけで、うん、っていうほど物理学者といえどもあのアラガントではないとそこは謙虚自然はなぜかそうなっているあそうだ数学と。物理学 あるいはサイエンス他の、数学用のサイエンス分ける差は、やっぱ根本当にちょっと観察があって、そ,そ,その自然の中であったら自然の所有をどっかで受け入れてるてそ,うそうです。だから自然科学なんです。<ー>それ結構大事でか確かにいい,い,い質問でした。偉そうに言っちゃいますけど、うん、自然科学っていうのはなぜこう言うかっていうと、はい、やっぱりこれネイチャーですけど、はい、自然って。やっぱネイチャーがどう動いてるかを調べる学問であって、うん、俺がこう体系を考えてやるじゃあダメなんですよ。ネイチャーが採用しなきゃ、うん、ダメなんです。うんうん、ネイチャー を読み解くためくの科学なんですかそうです、ね。ネイ読み解くという営みのことです。なるほどな。え、ちょっとで重力っていうのは、あこうまあある、ね、質量があるものに体が引っ張るのがあるっていうのを受け止めてる。るでよくわからんと、なぜかは。そうそう,そう。電気もさっき言ったみたいに、この、プラスとマイナス。あると。で,すで、N と S があると。なぜかはわからんと。 まあまあもう少し深い説明とかできるんですけどね。この言い換えは全く意味がないわけじゃなくて。はい、実はまあ僕らもう少し専門と、電磁器があるっていうのはなぜか U1 という対称性があってとかなんかいろいろ言い換えれるんですけど、一個思い込まなきゃいは最終的にはやっぱり仮説はゼロにはできないということなんかあったと。ある。根本のところにあったっていう。うん、面白いわ。で、それを受け入れると、うんうん 二個か三個のルールを受け入れると、これが机が何だろうが、これだろうが、スペースシャッターを上げようが何にしようが、全てがこれで計算できるということが目指すところで、で、それをやってるのが、まあ、ニュートン・イキえ、その2、二個か三個諦めるじゃないですか、そこに挑もうとする科学者っているんですか、うん、それをあのあの、うん 縮めようとするのが常にそれをやるわけです。あ、そうか。ゼロに近づこうとしてるわけかそうです。ですゼロにはいけないのかで、近づくため、近づこうとすると実は新しいものが見つかってきちゃうわけです。例えばニュートンで、お重力じゃんと思ってたのに、電磁器みたいなのが100年くらい経つ、うん、見つかって、そうするとこの電磁器と重力は実は同じものが違う風に見えてるだけじゃないかってアインシュタインは相当後半戦、それやっぱり使いましたからね。はいはいうん 一つのものが、実は電池と重力、ある意味同じで、統一した体系があって、うんはい、さっき言ったように天体の運動とリンゴの運動っていうふうにしなくて、はい、重力と電磁気でしなくてよくて、実は本質的には同じ式になるんじゃないかって、はいう。まあ似てたわけですよね、実際この M1、M2 over R 事 o と、Q1、Q2 R 事 o っまあそっくりだ。りだうん、で、アインシュタインやっぱり後半生、これを全く実は同じものだ、統一して書くっていうことに相当、半分成功して半分失敗したような感じなんですけど、 まあだからそれはもちろん常に考えます。そうか、じゃあゼロに近づくこと努力してると。で,で電磁器はある意味も一緒になっちゃいました。うん、さっきのマックセルで4本言いましたけど、当時マックセルは4本として書いたんですけど、うん、現代物理学者は1本として書けます。ほ、うん、ー、すごい。ゼロってあるんですかなん,なんかあ、ゼロってないんですまああるとしたら、よく考えると数学的に、数学かも。こういう風になっていないと、必ず矛盾しちゃう。 もう1たす1が5になっちゃうみたいな、もう矛盾なくしようと思うと、こうならざるを得ないっていうふうに全部が決まれば、うん、その時点で、あ、なんでこうなってるかっていうと、それ以外はありえなかったからだっていうこと数式のミャーンみたいなのがあって。で、それ以外の数式はもう全部意味がないっていうか、もう、でもそこまでおそらくいけないんだろうと思うんですけど、うん、それに近いというか、そういう感じのフィロソフィーでやろうとしているのが、超原理論というか、超ひも理論みたいな。超ひも理論。ええ、もう無矛盾性を追求していくと、うん そうなならい今回の物理学講座の最終試でいく量子力学学んだとの宇宙にあってその宇宙のいろいろ矛盾とかひもといていくとそれがゼロに目指してのかまあ完全なゼロじゃないんですけどねもちろん近づこうとしているそうそれまあ結局ゼロを目指すって宇宙の何か組み解くってことかそうですね組解くっていうこれ以外の可能性はありえなかったんだってことになれば観測するまでもなく数学としてというか論理体系としてこれ以外はありえないんだって っていうことにまで行けばまあアルミゼロですよね。いや面白いですね、うん。まあそこまでは全然行ってないですね。はあ、じゃあちょっと今回第一回は古典物理学ということで古典物理学の、えー、と相対性論,対性理論以前ビジネスパーソンにとってこう学ぶ価値 ありましたよどうでした大丈夫ですかねやったでょちょっと長かったと思うんですけど頑張ってみていただけるといやいや実は高校でやってた物理っていうのはこういうことなんだよが落ちるってなんだよとか、うん、まあちょっと使えるじゃないですか。ね、使えるしあと考え方の <laughs> なんか考え方はすごい勉強になるところはいっぱいありました <laughs> さっき科学者さんの、えー、なんこれを諦めたら全てこうし説明できるとかなんかいろいろ勉強になるところはありましたね。 あとなんだっけあの、地動説の時、ほぼそれで説明できるなら、ちょっと頑張って追求してみようとか、そうなんですね。そうなんです。そうなんです。そういうところは、あの、サイエンスとしても楽しいというか、センス、よくセンスが必要だとか言うじゃないですか、研究者には。まあ、ああいうとこなんだと思います。ああいうところのバランス感とか、鼻とか、どっちに自分のエネルギーを使うかとかいうのは、もちろん数学が強い人は有利なんですけど、数学がものすごくできても、 あんまりパッとしない人とかやっぱいるんですよ。あのサイエンティスト、あの自然科学者としては、はい、そういう人っていうのはああいうところなんじゃない、まあえら、そこはもうまさ、まあ、しく偉そうには言えないんですけど、センス、そう、っていうのはすごく大事。やっぱこっちの実験しようみたいな。そうとかえっ、ー、とこういうふうな考え方をしようとか、うん、ここここをつっつけばいいんじゃないかみたいのが、うん、すごく上手い人は常にいいセンスみたいな人います。うん、へー。 自分ができてるかも置いといて、はい、僕から見ても、学者の世界で。そうあああ。センスいいなって奴いやつます。へえ<ー>。それが必ずしも数学の強い人ではない。ないです。センスなんだ。ええー。面白い。ちょっとなんからアートみたいなところあります、ね、あ、ありますあります。へえ、面白いな、えー。勝手にやっていいっていうわけじゃない,ないところがアートとかクリエーションとかと実は違う、その自然界をのルールに縛られるので、うんうん、やっぱり俺が何でもやっ、えのニュートンの法則、 みたいなとすでに全部過去の歴史を矛盾しちゃって、すげえだろうって言って通じないって言って違う面もあるけど似てる面もあります。はい、似てる面もあるんだ。うん、面白い。これはあれですね。ビジネスマンもそうです。ビジネスパートもそうですけど。 科学者目指す人も見たら面白いかもしれないですね、これね。あ若い人がもし見てくれたら面白い、ね。そうですね。学生さんとかね、えー。で、プロの科学者見ると、まあ偉そうに。になるので、プロの科学者見なくていいんですよ。<laughs> 見なくてね。そうそう。一般の方向けですからね。<laughs> はい。はい。じゃあ今回はの、ビジネスパーソンのための物理学入門第1回古典物理学でした。ありがとうございました。<laughs> どうもありがとうございました。 が憧れつつも一切分かっていない相対性理論第2回ついにアルベルト・アインシュタインの特殊相対性理論というものですパッと光入れたらてっぺんって行って跳ね返って戻って1秒どんなにかもし光が誰から見ても2 m 秒だとしたら 4m いくにはだから2秒かかって二2秒必要じゃないですかそう中の人から見たら2秒中の人から見たら1秒 はあ、時間なんて見る人だから早く動いてると時間遅れます時間が相対的だそうだ。<laughs> そっちが間違っていてこっちは合ってんだと。はあ